こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、世界の女王についてのお話だ。最初は大英帝国の礎を築いた、英国の女王エリザベス一世の悪女ぶりについて紹介していくぜ。彼女の栄光はクローズアップされているだけに、どんな悪用をして、何をしくじったのか気になるところだね。それは、動画を見てからのお楽しみだ。イギリス国民に愛されている方だから恨まれない程度に、よろしくお願いするわ。エリザベス一世はヘンリー八世と2番目の王妃で、英国のしくじり悪女として名高い、アン・ブーリンとの間にできた女の子だ。初めから嫌な予感。ちなみに母のアン・ブーリンは、愛人ではダメ。正妻でないと。と王に離婚させて王妃の座についた性悪女だ。ヘンリー八世は男児を授かることにこだわり、6回も結婚したしくじり王だよね。アンが身ごもった時はすごく喜んだが、誕生したのが女の子と知り、男児を授からなかったアンから王の心は離れた。さらにアンを疎ましく思い処刑してしまう。この時アンが産んだ女の子がエリザベス一世だ。母の処刑のきっかけが、自分が女の子だったからなんていたたまれないわ。ヘンリー八世がでっち上げたアンの処刑理由は、5人の男性との不埒な行為と、国王を闇に葬る計画をしたこと。母が処刑された時、エリザベスはまだ2歳4ヶ月だった。たった2歳の女の子と母親を処刑をもって引き離すなんて、ヘンリー八世はアンの処刑執行の前に、結婚無効の宣言をしたため、エリザベスは処死となったんだ。ガーン、母を失うだけでなく、父まで失ったのね。エリザベスは両親だけじゃなく、王女の称号と王位継承権も剥奪された。そして、彼女はレディー・エリザベスと呼ばれるようになったんだ。こんな屈辱ないわ。自分の境遇を理解できるわけもない彼女は養育係に、どうして、今日はみんな私をレディーって呼ぶの?と尋ねたそうだ。昨日まではみんながプリンセスって呼んでたんだもんね。そんなエリザベス一世が生涯大切にしていた指輪がある。ハートフォード伯爵エドワード・シーモアから、贈られた大粒のダイヤが6つあしらわれた指輪だ。指輪の蓋を開けると、母アンの肖像画と自身の肖像画が現れる仕掛けになっている。処刑された母だから、名前は口にできなかっただろうけど、密かにずっと思い続けていたのかな。っていうか、エドワード・シーモアって誰?彼は、ヘンリー八世の3番目の妃、ジェーン・シーモアの兄だ。エリザベスからすると、血のつながらないおじさんにあたる。シーモアおじさん、いいことするじゃない。それから月日は流れ、エリザベスの父ヘンリー八世が病で逝去。テューダー家の王位は、9歳の息子エドワード6世が継承することになった。9歳で王様は荷が重すぎるわ。この時13歳になっていたエリザベスは、新国王の異母子という立場だ。突然諸子となり苦労しながら育った彼女は、強く鋭敏で非常に慎重な性格の女の子になっていた。環境は人間を大きく変えるのよ。実はエリザベスが8歳の時に、父の5番目の妃キャサリン・ハワードが処刑されている。二人は仲が良く、チェルシー城の庭をよく散歩していたそうだ。母親だけじゃなくママ母まで。そんな経験もあってか、エリザベスは生涯結婚していない。結婚を危険なものと捉え、男性を警戒視するようになったようだ。間違いなく幼い頃の強烈な経験のせいだわ。さらに、父の6番目の妃キャサリン・パーの結婚前の恋人トマス・シーモアとも問題があった。このトマスは、エリザベスに指輪を送ったエドワードの弟だ。兄のエドワードは自分の力で成り上がり、エドワード6世の摂政となり、サマセット公という重要な爵位まで手に入れる。弟は違ったの?弟のトマスは野心家で、王族との婚姻で富を得ようとしたんだ。彼はヘンリー8世の亡き後、エリザベスと姉のメアリーにも言い寄ったが、二人ともにコテンパンに振られている。そりゃそうだ。トマスのような成り上がり者には娘二人は興味もなく拒絶したが、トマスはエリザベスの寝室にパジャマ姿でたびたび訪れていたんだ。コテンパンに拒否られたのに、エリザベスの寝室へ通う意味がわからない。ある晩、二人の抱擁シーンをキャサリンが目撃。しかもこの時、キャサリンはトマスの子を妊娠中だった。キャサリンはこの信じがたい光景に、大きなショックを受けたらしい。トマスもトマスだけど、エリザベスもなかなかの女ね。エリザベスは、大好きなお母様と手紙に書くほど、キャサリンのことが大好きだった。そんな大好きなママ母の男と、エリザベスがそんな女だったなんて信じられない。エリザベスはあのアン・ブーリンの子だ。男性を引きつける魔性の女的な魅力があったのかもな。カエルの子はなんとやらね、義理の娘に軽率な行為があってはいけないと。キャサリンはエリザベスをロンドンから、近くのチェスハント邸へ送ったという。エリザベスはトマスと離れ、一旦は平常心を取り戻したそうだ。とりあえずは変に人生狂わなくてよかったわ。キャサリン、様々ね。ちなみにこのキャサリンは、エリザベスの名誉と、王位継承権を取り戻してくれた恩人だ。そんな神対応のキャサリンだが、産後の産褥熱で帰らぬ人となってしまう。
大切な人との別れが多すぎて辛い。一方のトマスは、エドワード6世を葬ろうとしたという嫌疑をかけられ、兄エドワードの命で処刑された。罰が当たったんだわ。だが兄エドワードもノーサンバーランド公ダッドリーの罠にはまり処刑された。エドワード6世は、摂政だったエドワードの処刑にショックを受けて、命乞いをしたらしい。国王が命乞いってなんだかね。まあ、国王といえどまだ10代。若くて力がないのをいいことに、ダッドリーが権力を掌握。悪い大人だこと。エドワード6世は1553年7月に、悪性感冒をこじらせ15歳で亡くなったんだ。悪性感冒っていうのは、いわゆるスペイン風邪ってやつだな。即位からたった6年。この頃のイングランドは破産寸前だった。この時エリザベスってどうしていたの？実は、トマスの一件で政治の闇を知り、政治に関わらないよう用心しながら、ひっそりと暮らしていた。事業に引きこもりながら、王家の名誉挽回に努めたそうだ。着る服も地味で装飾品も一切つけていなかったらしい。なんてかわいそうなエリザベス。彼女はこの頃、学問が生きがいだった。運命に翻弄され滅びていく王族たちの話に興味を持っていたようだ。知っちゃいけないってわかっていると、余計にワクワクするわね。さて、少し話が前後するが、実はヘンリー8世は亡くなる前に、王位継承順位を決めていたんだ。順当に考えると長男のエドワード、次は、長女のメアリー、そしてエリザベスかな？その通りだ。順番通りエドワードが王位を継承したが、若くして逝去。じゃあ次はメアリーの番よね。そのはずだったんだが、ヘンリー7世のひ孫ジェーン・グレイが、ダッドリーの策略により王位継承権を得て即位した。一体何があったの？説明すると長くなるから、もろもろ端折って簡単に言えば、宗派の違いと権力関係のドロドロだ。なるほど。宗教絡みは泥沼になりがちなのよ。ダッドリーは二人の王女を陥れようとしたが、メアリーを支持する者は多かった。結果的にメアリー一世が、イングランド初の女王となった。ジェーン・グレイが王位を継承して、わずか9日の出来事だぜ。3日天下ならぬ9日天下ね。だが、ロンドンへ入った時の彼女の顔は青白く、これまでの苦労をすべて語っているようだった。ちなみに彼女はこの後政治でしくじる。そのしくじりによって彼女は、ブラッディ・メアリーというあだ名で知られることになる。カクテルブラッディ・マリーの語源だったかしら。そんなメアリー一世の目標は、イングランドをカトリック教会へ復帰させることだった。カトリックを復活させイギリス国教会を弾圧した。そんなことしたら、お父さんの作った国教会の信徒たちすべてが敵になっちゃう。霊夢の予想通り1554年に、メアリー一世の敗位を求めてトマス・ワイアットが反乱を起こした。これは知ってる。ワイアットの乱ってやつだわ。カトリックへ戻されることや、異国人にイングランドを支配される状態に嫌悪感があったんだろう。先代たちが行った宗教改革が台無しだもんね。しかしイングランド軍が反乱軍を制圧。現場は血の海となり、ワイアットは降伏した。メアリーは反乱軍200名全員を処刑している。やばい、女王へ変貌してしまった。ジェーン、グレイとダッドリーもこの乱の後で処刑されている。さてここからが、本番だ。実はメアリーは妹のエリザベスが、この乱に関わっていると思い込んでいた。おっと、いきなり窮地に立たされたエリザベス。1554年3月17日に、姉メアリーの命令で、逮捕されロンドン島へ幽閉されたんだ。ロンドン島の裏切り者の門を一度くぐれば、二度と戻っては来られないと言われている。だが、彼女は関与を否定し証拠もなかったから、2ヶ月後に釈放された。これは運命が味方したかな。まあメアリーがエリザベスを幽閉したのは、エリザベスがアン・ブーリンの子供だったからという説もある。メアリーからしたら、実母離婚に追い込んだ女だもんね。女の恨みは怖いわよ。釈放されたエリザベスは、ウッドストックへ橋け舟で護送された。この時、国民は河岸に並び、エリザベスへエールを送った。教会の鐘は鳴り響き、祝砲も打たれたという。これまでの苦労が報われた。国民はエリザベスのことを大好きでいてくれたのね。自分の人気の高さに、エリザベス自身も驚いただろうが、最も驚いたのはメアリー一世だったと思う。そんなメアリー一世は、卵巣腫瘍によって逝去。国民は、彼女の最後を祝ったという。彼女が亡くなってから200年間ほどは、11月17日はイングランドの祝日となっていた。圧政から解放されたのを祝ったのかしら。ヘンリー8世の遺言通りに、メアリーの後は、妹のエリザベスが女王となる。エリザベスが次の女王になると知ったとき、私には奇跡としか思えません。と言ったそうだ。あれ、メアリーってスペインのフェリペと結婚してたよね？二人の間に子供はいなかったの？幸いと言っていいのかはわからないが、二人の間に子供はできていない。メアリーは子供を授かろうと、相当頑張ったそうだ。想像妊娠や腫瘍の膨らみを妊娠と間違えるなど、すったもんだはあったが、子供はできなかった。なんとしてもエリザベスには、王位を譲りたくなかったのね。
エリザベスは1559年1月にウェストミンスター修道院で豪華な戴冠式を挙げた。25歳の彼女は、若くて美しく妖精のように見えたという。メアリー一世と18歳離れていたってのもありそう。ここからエリザベス一世は、45年にわたる治世を開始する。彼女は賢帝と呼ばれるほど評価が高い女王様だ。国民はエリザベスを、長年の苦難から救ってくれる救世主と考えていた。イングランド版のジェンヌ・ダルクね。序盤の波乱万丈な人生からの脱却はできたの？エリザベスは国民には受け入れられた。だが、メアリーの夫フェリペの父で、スペイン国王のカルロスは、彼女の処刑を常に望んでいたらしい。女王になって政敵が増えちゃってるじゃない。当時のイングランドは弱小国で、25年にもわたる宗教紛争問題があり、いつ内乱が起きても不思議ではなかった。エリザベス一世がまず取り組んだのは、イングランド国教会の復活だったんだ。また難しい問題に着手したわね。ここでイギリスの宗教改革の流れを整理しておこう。うんうん。よろしく頼むわ。宗教改革に着手したのがヘンリー8世だ。離婚問題で教皇と対立し、イギリス国教会が成立。そしてエドワード6世の時代にカルバン派の教義や儀式が取り入れられた。イギリス国教会を継承したんだね。その後メアリー1世はカトリックを復帰させたが、続くエリザベス1世が統一法を発布し、イギリス国教会を確立させたんだ。流れは大体わかったわ。エリザベス時代の改革はどんなんだったの？彼女の秘書長官のウィリアム・セシルは、国王至上法と礼拝統一法を議会に提出。強い反発を受け一旦は頓挫したが、二人の司教を投獄し、聖職貴族の意見を無視して復活させた。そして、第一目標の国教会がイングランドの信仰の中枢へと復活を遂げたんだ。なかなかやるじゃない。さらに、異母姉妹の宗教改革のしくじりを見ていたエリザベスは、二つの宗派の中立を保った。だが、メアリー一世時代のカトリックの司教たちは職を追われ、改宗を拒んだ123人が処刑されている。エリザベスも異端処刑していたのね。エリザベスは美しさと聡明さの両面を持っていたが、即位から約4年後に天然痘にかかってしまった。あの伊達政宗が幼い頃にかかって、独眼竜となった病ね。顔に跡が残り、髪の毛が抜けたらしい。だから、今まで以上に念入りに化粧をするようになった。ハゲを隠すために、カツラもかぶっていたんだぜ。乙女の努力。さて、エリザベスの王位継承だが、カトリックの大貴族たちは認めていなかった。そんな時に登場したのが、メアリー・スチュアートだ。彼女はヘンリー7世の結婚政策で、スコットランドに嫁いでいたマーガレットの孫だな。強い王位継承権を持っていらっしゃるお方だわ。当時欧州北西部のグレート・ブリテン島は、スコットランドとイングランドに分かれていた。そして、それぞれ女王が統治していたんだ。南側のイングランドがエリザベスで、スコットランドがメアリー・スチュアートね。彼女はエリザベスより9歳も年下で、かなりの美人女王だったらしい。そんな彼女はことあるごとに、イングランドの正当な王位継承者は自分だと主張した。その根拠的なものはあるのかしら？メアリーのおばあさんは、ヘンリー8世のお姉さんだからな。血筋は完璧で、フランス王妃という経歴もあった。普通に考えれば庶子とされた、エリザベスの方が立場は弱い。じゃあ、エリザベスが選ばれたのはなんで？メアリーはあまりにも人望がない。エリザベスを廃位させようと目論でも、焚き付けた一部の大貴族以外に、無知で愚かで無分別な彼女の味方はいなかった。なんだか同情しちゃうわ。彼女の目論みがうまくいかない間に、北部でもエリザベスの影響力は強くなった。エリザベスを王位から退け、イングランド王位を奪おうとしたメアリーは、まさに目の上のタンコブ。周りでちょろちょろされて結構鬱陶しいやつね。エリザベスの側近たちも、メアリーがいると面倒だから、処刑するよう忠告したがエリザベスは拒否している。エリザベスは優しい心を持っていたんだわ。いや、エリザベスが処刑を拒んだのは、他国からの非難を恐れたからだ。何度も陰謀騒ぎを起こすが、エリザベスの側近はできるものばかりだったから成功しなかった。エリザベスを亡き者にする計画に、メアリーが加担していたことを証明する手紙も見つかっている。爪が甘いのかしら。だが、この証拠はエリザベスの側近のウォルシンガム卿が仕組んだ罠という説もある。スペインとの関係も微妙な時で、そろそろ肩をつけましょうってことだろうな。さすがにエリザベスもかばいきれそうにないわね。メアリーは1587年2月8日に、フォザリンゲー城の大広間で処刑。その処刑に敏感に反応したのが、スペイン王のフェリペ2世だった。メアリー1世の夫で、エリザベスに求婚した元恋人がなぜ？カトリックの女王が処刑されたんだ。カトリックの国王は黙ってられないだろ？一触即発状態だったスペインは、メアリーの処刑問題を口実に無敵艦隊を連れ戦争を仕掛けた。アルマダの海戦に繋がるわけね。長くなるからこの話は別の機会にな。エリザベスは、私は国家と結婚した。と語っている。
とは言っても、モテなかったわけではない。エリザベスはそんなにモテたの？フランスやスペインの王子など欧州の大国との結婚話は山ほどあった。だが、自分の意思で結婚を拒んでいたんだ。この言葉通り彼女は生涯未婚を貫き、バージンクイーンと呼ばれている。結婚をちらつかせて、外国との交渉の材料に使ったんだっけ？確かに彼女は未婚を武器に、欧州の外交問題を切り抜けていた。ロバート・ダドリー卿やウォルター・ローリーなど、恋人も数多くいた。なんなら恋多き女性ですらあったぞ。彼女の生涯を知ると、結婚に踏み込めないのも納得できたわ。1603年3月に、体調を崩したエリザベスは亡くなった。原因は肺炎と言われている。独身を貫いたエリザベスには後継ぎがなく、彼女が病床で次の王に指名したのは、誰？メアリー・スチュアートの息子ジェームズ6世だった。自分を陥れてイングランド女王になろうとした女の息子を後継ぎに？このジェームズ6世が、史上初めて王として、スコットランドとイングランドを統治。グレート・ブリテン島は統一されたが、イギリスでも人気の高いテューダー朝は彼女をもって終焉を迎えた。誰かと結婚した世界線も、見てみたかったわ。続いてはイギリスでたった9日間だけ女王になった、ジェーン・グレイのしくじり人生について解説するぜ。出たわね9日女王。9日女王が誕生した背景には、王位の継承に関する権力争いが絡んでいる。ヘンリー8世唯一の息子で、彼の後を継いだエドワード6世言っていたよな。9歳で即位した体の弱い王様ね。エドワード6世はまだ幼かったから、サマセット公のエドワード・シーモアが、摂政として政治の実権を握ったんだ。幼い王位のままにってことかしら。まあそういうことだな。しかし、エドワード・シーモアは、ノーサンバーランド公のジョン・ダドリーとの権力闘争に敗れたんだ。シーモアさんはどうなっちゃったの？シーモアは退学罪で処刑。その後ジョン・ダッドリーが政治の実権を握った。2番目の摂政ダッドリーが絡み、悲劇の9日女王が誕生したんだ。詳しく聞かせてもらえる？9日女王の異名を持つジェーン・グレイは、1537年の10月に誕生したと言われている。10月の何日生まれかは、はっきりわからない。ちなみにジェーン・グレイは、ヘンリー7世のひ孫だ。ヘンリー7世は、ヘンリー8世のお父様だよね。そうなんだ。もっと言うと彼女の祖母メアリーは、ヘンリー8世の妹だ。で、ジェーンちゃんの両親は誰なの？ジェーンの母フランセスは、イングランドの貴族、第3代ドーセット公爵ヘンリー・グレイに嫁いだ。そして、イングランド初の女王となるジェーン・グレイが長女として誕生した。ヘンリー7世のひ孫だったから、イングランドの王位継承権があったってことね。ちなみにエドワード6世のお母さんは、ジェーン・シーモア。同じジェーンの名を持つんだ。何か因果があるのかしら？エドワード6世は、ヘンリー8世はもちろんのこと、国民にとっても待望の王子様だ。ヘンリー8世は、なかなか後継ぎに恵まれなかったのよね。そんな中で王子を産んだジェーンにあやかって、高位の貴族たちはこぞって、自分の娘にジェーンと名付けたんだ。まあジェーン・シーモアは三尺熱で、王子を産んだ12日後に亡くなったけどな。その名前に、あやかりたいって貴族は多かったんだわ。さらに王子へ娘を嫁がせたいと絶望した貴族たちは、女子教育にも力を入れた。自分の娘を嫁がせ王妃にしたいと願うのは当然だよな。ジェーン・グレイの親も同じだ。あわよくば王妃として王室に送り込みたい。なんて野望を抱いていたんだろうね。両親はジェーンが4歳になった時、ケンブリッジ大学の若い文学者ジョン・エルマーを、グレイ家の司祭に招き、ジェーンの教育を託した。彼は、言葉と古典の教育に力を入れたらしい。イケメンでエリートの家庭教師と、妄想はそれくらいにしておいてくれ。さて、ヘンリー8世は、死ぬ間際に後継者の順位を決め遺言していた。エドワード6世、その次がメアリー王女、そしてエリザベス王女といった具合だな。さらにその次が、え？ 4 人目がいたの？それがジェーン・グレイだ。彼女の祖母でヘンリー8世の妹、メアリー・チューダーはすでに亡くなっていたが、ジェーンとその母フランセスには王位継承の権利があった。順位は低いけど継承権があるのね。1547年1月28日にヘンリー8世が亡くなり、9歳のエドワード6世が王になると、ジェーンが王妃の候補として注目を浴びた。うわぁ、ジェーンちゃんに憧れるよ。王位継承権と豊かな教養を持つ王妃候補。10歳になったジェーンは、ヘンリー8世の最後の妻、キャサリン・パーの元へ預けられたんだ。心優しく教育熱心な彼女は、ジェーンに対しても勉学に励める環境を用意した。キャサリン神対応すぎるでしょ。ジェーンは優秀なお子様で、エリザベスの家庭教師ロジャー・アスカムは、エリザベス王女に匹敵する女性は、ジェーンを置いて他にないと思っていたらしい。ジェーンちゃんに対する憧れ倍増。さっき話した、エルマー先生は勉強の合間に音楽や狩り、スポーツを組み込んだ。この教育方針も優れていたらしく、ジェーンは勉強大好き少女に育っていたんだ。
だから、アスカムもエリザベスのカリキュラムに、ダンスやバージナルの演奏、弓術や乗馬などを組み込み、楽しく学習できるように変更したらしい。優れたものは速攻取り入れる、教育者の鏡だわ。そんなキャサリン・パーが亡くなると、ジェーンは実家に戻されたんだ。ただ、13歳の時にアスカムとの会話の中で、エルマー先生との勉強が始まるまでは、地獄にいるようです。と語っていたらしい。地獄ってどういうこと？彼女は実家では両親に常に見張られ、完璧でないと、失笑されたり、叱られたり、体罰を受けることもあったそうだ。そんな地獄に戻されちゃったの？そんな中エドワード6世が、はしかをこじらせ寝込んでしまった。一度は回復するも、顔色は悪く、悪性感冒にかかりクリスマスには命の危機に陥ったんだ。せっかく王様になれたのに、体が弱く幼かったから、権威も震えず命の危機って辛すぎるわね。この時の権力を振るっていたのは、二人目の摂政ジョン・ダッドリーだ。このジョンは、一人目の摂政エドワード・シーモアを罠にかけ失脚させた。さらに政敵を完全に消すため、致命的な罠にかけて処刑へと追い込んだんだ。渦巻く野望。このジョンがヘンリー8世の王位継承順位を変えジェーン・グレイにしくじり人生を与えた張本人だ。どうして、ヘンリー8世の遺言通りのメアリーちゃんが女王じゃダメなの？それは、メアリーが敬虔なカトリックだからだ。ジョンは、病弱なエドワード6世を使って、プロテスタント教化を進めた張本人でもある。ヘンリー8世からの流れで、エドワード6世もプロテスタントなのね。さらにジョンという人物は、世間はもちろん、貴族同士の中でも非常に評判が悪かった。彼は見解で貪欲な性格、権勢欲が強かった。典型的な嫌な奴だったってことかしら。王位継承法による次の君主はメアリーだ。だが、メアリーは狂信的なカトリック。だから、メアリーが女王となれば失脚は明らかで、真っ先に自分は断頭台送りとなると感じていたんだ。プロテスタントとカトリックの宗教対立だ。とにかく次の君主をメアリー以外にしなければ。と、ジョンは実行に移す。次の君主にメアリー以外を据える準備が整うまで、エドワード6世に死なれては困る。と、虫の息のエドワードに、ヒ素を飲ませるなどの延命処置を施させたらしい。延命になってない気がするんだけど、君主候補ヘンリー7世のひ孫ジェーンに決め、すぐに、野心家のドーセット公爵夫妻を説き伏せ、ジェーンと自分の末息子ギルフォード・ダッドリーとの結婚に同意させた。悪い奴は、こうと決めたら動きは早い。実は、ジェーンはエドワード・シーモアの嫡男、エドワード・シーモア卿と婚約していたんだ。しかし、野心家の両親は一方的に婚約を破棄、15歳のジェーンを、20歳のギルフォードと結婚させた。大人の都合で波乱の人生へと追いやられるジェーンちゃん。そして、ジョンのロンドン屋敷ダラムハウスで、二人の結婚式が行われ、ちぎりを強要するとすぐに、二人を別居させ、ジェーンをチェルシー城へ送り、幽閉同然の暮らしを敷いた。もう、ジョンは完全な権勢欲の亡者だね。さらにジョンは、食べ物を消化するのが難しいほど衰弱したエドワード6世の病床へ日夜訪れていた。ジョンは、カトリックの狂信者としてのメアリーを嫌うエドワード6世を説き伏せた。次の王位継承を支持する遺書を作成させ、次期君主をジェーンと認めさせたんだ。思い通りに行き過ぎじゃない？重病のエドワード6世はこの時、抵抗することさえもできなかったとの説もある。国王の遺書となれば、最高諮問機関枢密院も従わないわけにはいかない。ジョンは、新国王のギフとして、権力維持できる体制を整えたんだね。でも、どうしてエリザベスではダメなの？確か、彼女もプロテスタントだよね。ジョンは、エリザベスのことも考えたが、賢い彼女を傀儡とする考えは皆無だった。能力の高いエリザベスちゃんを、思いのままには操れないと判断したんだろう。ジェーンとギルフォードの結婚から41日目の1553年7月6日に、エドワード6世は15歳で逝去した。これでジョンの計画は完成ね。いやまだまだ、ジョンの陰謀は続く。エドワード6世の死は2日間も秘密にされた。さらにジェーンには、これから君主となることを伝えなかったらしい。知らない間に、しくじり人生へと導かれたなんて。ジェーンは夜の闇の中で船に乗せられ、シオン邸に連れて行かれた。案内された大広間には、義父のジョンが立っていたんだ。悪の張本人のお出迎え。彼は、ジェーンを天蓋のついた壇に導く。周辺には枢密院の貴族がすべて集まり、ジップと夫の姿もあったんだ。そして、そこにいた者すべてが彼女にひざまずいた。最悪のフラッシュモブじゃない。そしてジョンは、陛下は、あなたを後継者に指名した後で、お亡くなりになりました。と言った。さらにジョンの合図で一同が立ち上がり、ジェーン女王、万歳と叫んだんだ。ここで、てってれいってネタバラシするのよね。残念ながらドッキリでもなんでもないぜ。この時のジェーンは、女王様になるのは、私ではありません。メアリー様です。それがヘンリー王の遺言ですもの。と言った。
何も間違っていないわ。そんなジェインの言葉を遮るように、宝石を散りばめた紫色のベルベットの王冠が差し出されたんだ。ジェインは、これは受け取れません。議会の承認なしに戴冠式は行えません。と拒否。ジェインちゃんは、女王になるつもりは全くないのね。その通りだ。だが、もはやジェインは女王という立場から、逃れることはできなかったんだ。辛すぎるでしょ。ジョンは最後の仕上げに、メアリーとエリザベスの身柄を拘束しようと企んでいた。ジョンは二人に、エドワード六世が既得だから、すぐに見舞うよう使者を送った。国王の死すら利用するとは、なんてやつなの。だが賢いエリザベスは異変に気がつき、体調不良を理由に断った。メアリーはロンドンへ向かったが、道中でダッドリーの悪事と知り、自分の城ケニングホールへと逃げた。後継者幽閉作戦は失敗ね。ケニングホールのあるノーフォークでは、貴族たちが集まり、メアリーを女王にしようと画策していた。ジョンに好き放題させちゃダメだわ。ジョンがジェインを女王と宣言した頃には、メアリーを支持する勢力は3万人を超えていた。さらに、ロンドンでもメアリーの支持者が増え、兵たちが脱走を始めた。女王宣言から一夜にして形勢は逆転し、ジョンは反落者としての烙印を押されたんだ。彼の権力は失墜し、悪事が暴かれるんだね。絶望的な状況に自暴自棄に陥ったジョンは、帽子を投げ捨て、女王陛下、万歳、と、涙を流しながら叫んだらしい。いい気味すぎるわ。7月13日にはメアリーもノリッジで即位を宣言。19日になると枢密院もメアリー支持を表明した。メアリーの宣言後に民衆は集まり、民衆蜂起を起こして、ロンドンへ進軍。ジョンは7月21日に反落罪で逮捕。4000人の兵士らと共に連れ戻されロンドン島へ幽閉された。ジョンさん、お疲れ様でした。メアリーは8月3日にロンドンに勝利の入場を果たした。その歓迎ぶりは稀有なものだったらしい。教会の鐘は鳴り響き、市の水道からは葡萄酒が噴き出したとか。ジェインが女王様と呼ばれたのは、7月10日から19日までのたった9日間だった。たったの9日間だけで退位させられたから、彼女は9日女王と呼ばれているんだね。ジェインちゃんは退位後どうなったの？夫のギルフォードと共に、ロンドン島へ投獄されてしまった。女王になったメアリー一世は寛大だったが、ジョンに対しては罪を許さず処刑。でも彼の操り人形となっていたジェインとギルフォードは処刑しようとしなかった。同情したのかしら？処刑どころかメアリー一世は折を見て、釈放することすら考えていたらしい。だが、神のいたずらはまだ終わらなかった。え？野心家のジェインの父ヘンリー・グレイがやらかす。メアリー一世を廃位させエリザベスを王位につけるために、プロテスタントが起こした反乱。通称ワイアットの乱に、ジェインのジップが参加したんだ。親父何やってんだよ。ジェインもギルフォードも直接関係していないが、メアリーは二人を処刑することを決めた。エリザベスも関与を疑われたが、質問をすべてクリアし釈放されている。さすがエリザベスちゃん。ジェインは、ホワイトタワーから、監視用の部屋へ移された。先に夫ギルフォードが処刑された。処刑前にジェインへの面会を希望したが、悲惨さと苦痛が増すだけ。と許可しなかった。彼との別れのため集まった大勢の貴族たちと、別れの握手をし挨拶を述べた後で、処刑された。義父が野心家でなければ、処刑後に夫が運ばれていくのを見たジェインは、ギルフォード、ギルフォード、と叫んだようだ。そのジェインは、ギルフォードの約1時間後に処刑。権力闘争と宗教対立の餌食となり、図らずも女王に祭り上げられ、わずか15歳で処刑台の露と消えることとなった。怒涛すぎるわね。ジェインの処刑に際し、侍女が目隠しをするはずだったが、その侍女は悲しみのあまり気絶した。私も絶対に耐えられない。ジェインは自分で目隠しをしたが、処刑台の位置がわからず、どうすればよいのですか？それはどこにありますの？と尋ねたらしい。たった9日間だけでも女王になっただけあり、処刑前でも取り乱さなかったのね。台を探すジェインの手を持ち、司祭がその台へと導いた。彼女は首を台へ置くと、主よ我が魂を手に委ねます。と処刑を促した。彼女の最後は荘厳で勇敢だったそうだ。ジョンにさえ目をつけられなければ、彼女の儚くも劇的かつ勇気ある生涯は、イギリス史に深く刻まれている。運命とはいえ、在位期間45年のエリザベス一世より順位が後だから、もし、ダッドリーの罠に落ちていなかったら、女王にはなれなかったかもな。でも、エリザベスちゃんには子供がいなかったから、神のみぞ知るかな？そして、2月23日にはジップ・ヘンリー・グレイも処刑。こんな勇敢なレディーの人生を変えたジョンが恨めしい。スコットランドの宗教改革者ジョン・ノックスは、ダッドリー夫婦は全くの潔白だ。と語っているぜ。ジェインは、ロンドン島の聖ペテロ礼拝堂に、ヘンリー8世の処刑された妻二人と共に埋葬されている。何も知らされず、ジョンの陰謀に巻き込まれ、人生を託さざるを得なかったジェインちゃん。在位期間が短すぎて彼女を女王と認めない学者もいるが、
イギリス王室は彼女を公式に歴代君主の一人としている。さてお次は王冠をかぶった娼婦と呼ばれた最強の女帝、エカテリーナ2世について解説していくぜ。女帝なのに娼婦？のっけから、すでにしくじり度が半端ない感じね。それほどの人物だから女帝になれたとも言える。どういうこと？なんだかとんでもない人のような気がしてきたわ。実は、エカテリーナ2世のことを、王冠をかぶった娼婦と呼んだのは、孫のニコライ1世なんだ。孫からそんなことを？それは、ショックだわ。と言っても彼の発言は、エカテリーナが亡くなったずっと後のもので、彼自身も女帝が崩御した年に生まれているから、直接面識はない。そうなの？でも、いろいろと複雑そうな家系よね。実際、彼女の幼少期の育ち方が、その後の人生に影響している部分があるから、まずは彼女の生い立ちから解説していくぜ。エカテリーナ2世は1729年5月2日に北ドイツで父のクリスティアン・アウグストと、母のヨハンナ・エリーザベトの長女として誕生した。ロシアの女帝だから、ロシア出身かと思ってたわ。ロシア皇帝の血を引いているのは夫の方だぜ。でも女帝になるくらいだから、エカテリーナ2世はお金持ちの貴族出身なんでしょ？そうだな。父親はプロイセン王国の軍人で、最終的に元帥にまで上り詰めている。母親のヨハンナは若くしてアウグストに嫁ぎ、16歳でエカテリーナ2世を出産しているんだ。まだ若いけど、昔ならよくあることじゃない？そうだな。しかし、若いヨハンナは難産と第一子が男子でなかったためか、エカテリーナ2世への愛情は赤ちゃんの頃から希薄だったんだ。そして病気の弟が生まれたことで、母親の無関心にさらに拍車がかかった。男の子が重宝される時代だったとしても、かわいそうだわ。実際にエカテリーナ2世は母から、お前は醜いから内面の知性や美徳を磨きなさいとずっと言われていた、と過去を振り返っている。え、ひどい。それじゃあ、自信のない子に育ってしまいそうね。確かに、エカテリーナ2世は自身のことを大して綺麗じゃないと思っていたようだが、だからこそ内面を磨くための勉強を欠かさなかったんだ。すごい、自分を受け入れて、努力したのね。実際そんなに醜かったの？子供の頃は垢抜けなかったかもしれないが、実際の容姿は、決して悪くなかったぜ。いじけずに、知性や教養を身につけたのね。ああ。だからこそ、35年もロシアの女帝に君臨できたんだぜ。その代わり、生涯を通して純粋な愛を求め続けるような生き方になってしまった。なんだかんだ、育て方は子供の人格形成に大きく影響するんだ。マリサ、彼女はどうやってロシアの女帝になっていったの？それじゃあ、ここからはエカテリーナ2世の結婚について解説していくぜ。彼女は16歳でロシアに嫁いでいる。母のヨハンナがエカテリーナ2世の結婚相手を探している時に、縁のあったロシア女帝のエリザベータが、ピョートル3世との縁談を持ち込んだ。ヨハンナお母さん、すぐに飛びつきそうね。願ってもないチャンスだな。当時のロシア女帝と縁故関係を持てるし、まさに渡りに船なんだぜ。ちなみにピョートル3世ってどんな人なの？ピョートル3世はエカテリーナ2世の母方の、ハトコにあたる人物だぜ。かつてのロシア皇帝、ピョートル1世の純粋な孫で、いろいろあってドイツで暮らしていたんだ。ハトコって、結構近い間柄同士の結婚だったのね。昔は別に珍しくないんだぜ。実はこの二人、ピョートル3世が11歳、エカテリーナが10歳の時に一度会っているんだ。少女漫画っぽいわね。もしかして、そこでロマンスが？いや、残念ながら麻薬だぜ。エカテリーナ2世の回顧録によると、ピョートル3世は、小柄で体が弱く、見た目も中身も幼い。食べるものに対して意地汚い少年と表現されている。え、そんな人と結婚するの？私は無理だわ。だが、エカテリーナ2世はこの時点で周りの大人が、ピョートル3世との結婚を進めているのを感じ取って受け入れているんだ。何より、愛情の薄い母、ヨハンナの元を、早く離れたかったようなんだぜ。まあ、この結婚がエカテリーナにとって人生のしくじりになってしまうんだがな。どういうこと？二人は1745年8月21日、エカテリーナが16歳、ピョートルが17歳の時に結婚したが、世継ぎの子供が生まれるまでに、9年もかかっている。しかも、その子供はピョートル3世との子供じゃないんだ。いきなりヒルドラ的な展開。結婚当初、ロシア女帝のエリザベータは世継ぎの誕生をせかしていたが、ピョートル3世に子供を作る能力は、まだなかったんだ。まだまだ若いものね。でも10年近くもお世継ぎができなかったのは、他にも問題がありそうね。そうなんだぜ。エカテリーナ2世は世継ぎを望んでいたが、ピョートル3世はベッドで兵隊の人形を並べたり、遊んだりするありさまだった。本当に心身からお子様だったのね。それじゃあ、お世継ぎは難しいかも。エカテリーナ2世は困惑しつつも、ピョートル3世の遊びに付き合ってあげたそうだ。次のロシア皇帝になる人だし、我慢して付き合ってあげていたのかしら？
いや、どちらかというと、同じドイツ出身で同族意識があったし、そういう人なんだ、と受け入れてもいたようだぜ。エカテリーナ2世がお母さんみたい。ピョートル3世は困ったことがあると、エカテリーナ2世に相談したり、自分が恋する若い女性召使いのことを話したりしていたそうだぜ。奥さんに恋の話をするなんて、だいぶ変わってるわ。ピョートル3世は非常に無知で幼かったんだ。エカテリーナ2世は、そんな彼を無下にすることなく対応していた。結婚当初は姉と弟のような関係に近かったんだぜ。若くして他国へ嫁いできて、この結婚生活は不安だらけだったでしょうね。普通はそうだよな。だが、エカテリーナ2世は夫への不安を抱えながらも、必死にロシア語を勉強して、この地に溶け込もうとしていたんだ。さすがの地の女帝、根性があるわ。でも、なんで結婚9年目にして、ピョートル3世以外の子供が生まれたの？この時に生まれた子供は男の子で、ロシア皇帝となるパーベル1世だ。当時、公にはピョートル3世とのお世継ぎが生まれた、と伝えられていたが、実際には世継ぎを望むエリザベータがあてがった、種馬との子供と言われているぜ。種馬って、マリサ、表現悪いわね。この種馬の男サルプイコフ伯爵は、エカテリーナ2世の最初の愛人と言われている。背が高く、かなりなイケメンだったらしいぞ。最初の愛人って、エカテリーナ2世には何人も愛人がいるの？回顧録などで公に知られているだけで12人、一夜限りの相手も含めると3桁はいたらしいぞ。やばすぎる。たとえピョートル3世が変わり者でも哀れだわ。ピョートル3世はパーベル1世が自分の子供じゃないことをどう思っていたの？妻の妊娠は神だけが知る。私が責任を負うのか？私にはわからないなどと言っていたそうだ。だが後年、ピョートル3世も愛人を作っている。相手は女帝エリザベータの側近の政治家の娘。お互いに愛人ができることで、ピョートル3世とエカテリーナ2世の溝はますます深まってしまったんだ。エカテリーナ2世の愛人の数が半端ないけど、やっぱり幼少期の愛情のかけられ方が影響しているの？そうだろうな。エカテリーナ2世の愛人たちは、様々な役職や贈り物を与えられたそうだが、どんなに親しくなっても超えられないラインがあったそうだ。でも、ピョートル3世の妻で皇后だし、同等の立場になんて、恐れ多いわよ。それが、そうでもないんだぜ。中には権力を求めて、夫になりたがった愛人もいた。だが、ロシア女帝の地位についてからも、公務と愛人と過ごす時間はきっちり分けて、のめり込んで堕落することはなかったんだ。男でダメになる女性もいるけど、さすが女帝。ちょっとかっこいいかも。だが、本人は割り切った関係ではなく、愛し愛される純粋な関係を求めていたんだ。マリサ、エカテリーナ2世の愛人たちって、他にどんな人たちがいたの？じゃあ、ここからはエカテリーナ2世の愛人たちの中で特に強い影響を与えた人物を紹介していこう。時系列順にお願いするわ。まずはさっき紹介した、最初の愛人と言われているサルプイコフ伯爵。彼はエカテリーナ2世の3歳年下だ。彼女は長男、パーベル1世の他に、彼との間に女の子も出産している。結構、関係が続いたのね。そうだな。彼との間にできたパーベル1世は、ピョートル3世に顔と性質が似ていたそうだぞ。え？親は結局誰なの？エカテリーナ2世の寝室での秘め事は、どんな側近だろうが誰も知らないんだ。真相は闇の中なんだぜ。気になるー。で、次の人は？次は、ポーランド、リトアニア共和国の最後の国王となった3歳年上のポニャトフスキだ。エカテリーナ2世は、やはりイケメンの彼にすぐに惚れ込み、アンナという女の子を出産している。また、出産？9年間も子供ができなかった分ここで爆発しているの？というか、ピョートル3世は何してるのよ。さすがのピョートル3世でも、周りの告げ口なんかで知っていたとは思うが、エカテリーナ2世は、妊娠中の公務を欠席したり、出産した家を燃やしたりと大胆なこともしているぞ。それで、ごまかせるのかしら。それにしてもお盛んな女帝だわ。エカテリーナ2世はもともと、性欲が強いタイプだったと思われる。だが、愛人に求めるものは、それだけではなく、ユーモアのセンスや知性がある男性でなければ長続きしなかったようだ。顔やスタイル、権力だけじゃダメなのね。次の相手は5歳下のグリゴリー・オルロフ公爵。彼との付き合いは10年にも上り、アレクセイという名の男の子も生まれている。この時期に女帝エリザベータが崩御し、ピョートル3世が新たなロシア皇帝に就任したんだ。あ、ついに皇帝になっちゃったのね。国がダメになりそう。その予想は大当たりだ、霊夢。彼は皇帝になると、敵対するプロイセン王国との戦いを突然やめ、勝手に講和条約を結んでしまったんだ。え、勝手に？どうして？彼はプロイセン王国のフリードリヒ2世を個人的に英雄のように崇拝していたからな。好き嫌いで国の大事を決めるって。これによって国内でクーデターが勃発。クーデターの首謀者はエカテリーナ2世の愛人、オルロフとその兄弟だ。
じゃあ、エカテリーナ2世が直接指示を下したの？いや、オルロフがエカテリーナ2世を皇帝に据えるため、自ら兄弟とクーデターを起こしたんだ。さらに、この時エカテリーナ2世は妊娠中だった。また、すごいタイミングね。彼女は出産後、自ら馬に乗ってピョートル3世に退位を迫りに向かったんだぜ。出産後にって、すごい体力だわ。結局、ピョートル3世は捕らえられ、わずか5ヶ月間で皇帝の座から転落。ピョートル3世は郊外に軟禁状態となったんだが、逮捕から9日目に突然、天に召されてしまうんだ。それって、まさか？まあ想像の通りだぜ。だがエカテリーナ2世は、この騒動を知らなかったんだ。どういうこと？これは、愛人のオルロフたちが勝手にやったことで、エカテリーナ2世には寝耳に水だったらしい。ちなみに、国民にはピョートル3世は自我原因で亡くなったと発表されたそうだ。え、自って致命傷になるの？正確には、自の痛みが、脳に何らかの影響を及ぼしたということだそうだ。本当は女帝も関係していたりして、それにしても、女帝に忠実なはずのオルロフが、どうしてこんなことを？一つは、エカテリーナ2世に皇帝になってもらい、自分が夫としてそばにつきたいという権力への欲求。だから夫のピョートル3世の存在は邪魔だった。でも、所詮は愛人で夫にはなれないんでしょ。その通りだぜ。実際には結婚寸前まで行ったそうだが、オルロフの権力欲求が強すぎて、エカテリーナ2世が踏み切れなかったようだぜ。エカテリーナ2世の愛人であることにあぐらをかいちゃったのかしら。それと、自分がエカテリーナ2世を皇帝にしてやったと、鼻にかけていた部分もあるんだぜ。ある食事の場で、彼女を前にそう自慢したことがあったんだが、友人に軽くあしらわれた。というエピソードも残っている。私は苦手かも、こういうタイプ。その後、オルロフは女帝と結婚できない苛立ちからか、エカテリーナ2世に辛く当たったり、浮気をしたりが重なり、次第に縁が切れてしまったんだぜ。オルロフさんは権力への執着が、相当すごい人だったのね。だが、エカテリーナ2世は、オルロフが亡くなった時に耐えられない苦しみと表現している。彼女は、オルロフだけではなく、疎遠になった愛人にも、心を配る度量の深さを持ち合わせていたんだ。他にも彼女に深く影響を与えた愛人はいるの？ああ、オルロフ以上に孔子を問わずに多大な影響を与えた愛人がいる。それはロシアの軍人で政治家の、グリゴリー・アレクサンドロビチ・ポチョムキンだ。ポチョム、キン？ポチョムキンは唯一、エカテリーナ2世と極秘結婚したと言われている。極秘結婚？公にはできないから？まあそうだな。ただ、この極秘結婚は記録が一切残っていない。だが、エカテリーナ2世は、孔子ともに彼のサポートを必要としていたんだ。俗に言う馬が合う、とかソウルメイトのような関係かしら？そうだな。二人は愛人関係ではなくなっても、ポチョムキンが女帝に若い愛人をあてがっていたくらいだったんだ。今、何かと耳にするアテンドってやつね。二人の出会いは、オルロフがクーデターを起こした時で、ポチョムキンはこのエレン隊の一員としてクーデターに加わっていたんだ。ふむふむ。この時、ポチョムキンは23歳で、エカテリーナ2世との間に子供が生まれたのは、彼が36歳の時。ポチョムキンは女帝の10歳下で、エカテリーナ2世は46歳で彼との子供を産んでいる。もうそれくらいじゃ驚かないわよ。ポチョムキンは、内乱の鎮圧やクリミアの併合など軍人、政治家として優れた手腕を発揮。ポチョムキンも魅力的な男性だったのね。まあ、そうだろうな。エカテリーナ2世の愛人は、このエレン隊の一兵士から、女帝が地位や権力を与えて出世するパターンが多い。昔で言うところのアゲマンってやつかな。しかも、地位や権力だけでなく、住居やお小遣い、贈り物の品々も与えていたんだ。そりゃ、みんなエカテリーナ2世の愛人になりたいわ。だが、前にも言ったが、ユーモアのセンスや知性に欠けてると、いくらイケメンでも一晩でお払い箱なんだ。なんだか、エカテリーナ2世が羨ましくなってきた。さてポチョムキンの話に戻ろう。エカテリーナ2世とポチョムキンは、今までの愛人たちとは違って、お互いで孔子ともに最も近い存在だった。何かそういうエピソードとかあるの？そうだな、女帝の寝室に裸にガウンという姿で入っていっても、咎められることもなかったとか。それは単に品のない人じゃない？他にはエカテリーナ2世の残した、ポチョムキン宛てのメモに、私のご主人様とか、私の夫という記述があったそうだ。そんな風に呼びかけるのは、愛人の中でも彼だけだったらしい。もう、内縁の夫婦確定だわ。だが、エカテリーナ2世も50代に差し掛かり、10歳下のポチョムキンとは、政治的な結びつきの方にシフトしていくんだ。肉体関係がなくなったのね。だが、女帝の寵愛は受けていたいので、エカテリーナ2世の新しい愛人に、やきもちを焼いたりもしている。ポチョさんなんか可愛い。そんなポチョムキンは、南方へ旅している途中に突然あの世へ行ってしまう。それを知ったエカテリーナ2世は、気を失うくらいショックを受けるんだ。
そして、頼れる人がいなくなったと嘆いたそうだ。ポチョさん、女帝の支えだったんだね。以上が、エカテリーナ2世の代表的な愛人たちだが、晩年は、自分の息子や孫との関係に頭を悩ませる。あ、後継者選び。最初の愛人、サルプイコフ伯爵との間にできた息子のパーベル1世が普通なら後継ぎになるんだが、生まれた時に、当時の女帝エリザベータに引き離されたためか、ギクシャクした親子関係だったそうだ。なんかエカテリーナ2世と母親との関係を思い出してしまうわね。そうだな。母親が宮廷で多くの愛人たちといるところも見ているだろうしな。で、結局、後継者は息子のパーベル1世？いや、エカテリーナ2世が存命中に選んだ後継者は、パーベル1世の息子のアレクサンドルだった。パーベル1世は、女帝の夫ピョートル3世に性格が似ていて、次期皇帝としては不安が残るため、孫を指名したようだ。血は繋がってなくても、幼少期からそばにいた人に似てしまうのかしらね。まあ実際に次の皇帝になったのは、パーベル1世だった。だが彼は在位5年で政変で急逝し、その後はアレクサンドルが継いだ。結局はエカテリーナ2世の思い通りになったのね。というわけで王冠をかぶった娼婦と呼ばれた、エカテリーナ2世の生き方と、彼女と関わった愛人たちを解説してきたが、彼女の一番のしくじりは、ピョートル3世との結婚かもしれないな。でも、ピョートル3世との結婚がなければ、ロシア皇帝にはなれなかったかも。確かにな。それから、彼女の在位期間が35年も続いたのは、愛人たちの協力があったからこそだったんだぜ。エカテリーナ2世は、公私をうまく使い分けていたのね。幼少期のこともあって、純粋に真実の愛をずっと求め続けていたのかもな。マリサ、次は何の話をしてくれるの？次はスペインの伝説と呼ばれている教女フアナについて解説するぜ。フアナは1479年11月6日カスティーヤ王国で、カスティーヤ女王イサベル1世と父フェルナンドの間に次女として生まれた。父フェルナンドはアラゴンの王子で、1479年にアラゴン王になったんだ。フアナが生まれた年に両親が共に国王になり、カスティーヤ・アラゴン連合王国が誕生したぜ。幼少期は読書好きな内気な性格で、一人で過ごすのが好きな少女だったようだ。そんな少女が教女になってしまうの？想像がつかないよな。イサベルは熱心な教育者で最高の教育をしようと、様々な分野の専門家を呼んで、教育を受けさせた。そのおかげでフアナはダンスや音楽が得意で、フランス語とラテン語を流暢に話せたんだぜ。へえ、フアナは才女だったのね。両親はカトリック教徒だが、フアナはだんだんとカトリック信仰に疑問を持つようになった。キリスト教の礼拝や儀式にも消極的な態度を見せるようになってしまう。フェルナンドとイサベルは1478年にスペイン国内で異端尋問を行う権限をローマ教会に認めさせた。カトリックに改宗しない、主にユダヤ人を容赦なく処分していく。異端尋問が積極的に行われた時代だもんね。ああ。王宮には異教徒に対して火炙り、鞭打ち、拷問をしたという情報が集まった。それは神の教えを広めるためにやったこととして美化されたんだぜ。教えを広めるためなら火炙りも許されるというのがイサベルの考えだったからな。もしかしてそれが原因でフアナは信仰に対して疑問を持つようになったのかしら？王室の一員であるフアナも、そんな話は聞かされていたようだし、教養の高かったフアナが両親の行うことや信仰に疑問を持ってもおかしくはないな。なるほどね。教養の高さゆえに、カトリックの熱心な信者だったイサベル一世はフアナの態度に驚いたようだ。イサベル一世はフアナがカトリックに熱心でないと知られないように秘密にする。それだけではなく、イサベル一世はフアナに体罰を行って信仰を強制したぜ。秘密にするのはわかるけど、体罰はひどいわ。ああ、フアナはイサベル一世を恐れるようになった。母親にそんな仕打ちをされたら当然よ。そしてフアナは1496年にハプスブルク家の長男、つまり神聖ローマ帝国皇帝であるマクシミリアン一世の長男フィリップと結婚した。フィリップは美男子だったため美公、男霊公とも呼ばれていたんだぜ。フアナは従者と共にネーデルラントに到着したんだが、フィリップは出迎えもしなかったのでがっかりしたようだ。異国に嫁いだのに、それは切ないわ。二人が初めて会ったのは婚礼の前日だ。フアナは美男子のフィリップを大層気に入り、フィリップもフアナを気に入った。フアナの希望でその場で質素な結婚式を行った。結婚の儀式とかは無視したってこと？ああ、珍しいというか型破りだ。フアナとフィリップは新婚時代は仲が良く、二人の間には二男四女が生まれた。随分子だくさんじゃない。それだけフアナはフィリップに夢中だったんだぜ。だが、ある時フィリップが浮気をしたためフアナは激怒した。フィリップは女遊びが好きで、浮気性な男だったようだ。それを知ったフアナは人目をはばからずフィリップや相手の女に怒ったという。フアナはヒステリーを起こすようになり、情緒が不安定になっていたと言われている。愛する人に浮気されたら情緒が不安になるのもわかるわ。辛かったでしょうね。
フィリップは次第にそんなフアナへの愛情が冷めていって、城を留守にするようになったぜ。ひどい男だわ。それでもフアナはフィリップに対して愛情を持ち続けていたのね。だが、フィリップはフアナが連れてきた侍女たちの給料が払えないからといって、全員帰国させ、フアナに浮気相手の侍女たちをつけた。最悪ね。女の敵よ。しかも結婚後もイザベル一世との確執は続いた。イザベルは1497年にフアナの元に、サンタ・クルス修道院の副修道士のトマス・デ・マティエンソを派遣したぜ。フアナの生活について調べさせ、間違った信仰をしていたら正すように指示したんだ。そこまでしたの？ああ。トマスはフアナが以前よりも元気そうなのを見て安心したんだが、フアナは母へ一言も手紙を書こうとしなかった。離れてもイザベル一世に対して、いい印象を持てなかったのね。体罰を受けていたくらいだから仕方ない。そのためイザベル一世の元にいる宗教関係者は、フアナには信仰心がない、フランスの神学者の影響を受けていると批判した。当時はルターの宗教改革の少し前で、ローマ教会とは違う考えの人々も増えていたから、イザベル一世に仕える宗教関係者はそうした異端者の影響があると考えたようだ。宗教って本当に厄介だわ。そんなフアナに王位を継承させたくなかったが、兄のフアンと姉のイザベルが亡くなったことで、フアナはカスティーヤの王位継承者、プリンセス・オブ・アスプリアスになったぜ。やっぱり自分の教えに逆らっているフアナが後継者になるのは嫌だったのね。そこでイサベル一世とフェルナンドはフアナの女王即位を阻止するために動いた。フアナに女王としての能力がない場合はフェルナンドが後見人になるという決まりを、貴族、聖職者、都市代表で作るスペインの議会で決定したんだ。フアナの信仰心の薄さを内緒にしていたのに公にしたの？この頃にはスペイン王室だけでなく有力者の間にも、フアナはおかしくなってるんじゃないか？という噂が広まりつつあったようだ。そしてフアナは1501年にフィリップと共にカスティーヤに戻ってきた。フィリップはフアナが手にするはずの遺産を狙っていて、フアナが女王の役目を果たせないというなら父のフェルナンドではなく、フィリップに権利があると主張したぜ。さらにカスティーヤにいてもフィリップは変わらず浮気をする。この頃フアナは4人目を妊娠中だったが、ストレスが重なり倒れてしまう。聞けば聞くほどフアナに同情してしまうわ。しかもフィリップはカスティーヤの風土や国民性を嫌い、ネーデルラントに帰ってしまったんだ。一人残されたフアナは異端者にされてしまった。そんな状況でフアナを置いていったの？このことでフアナはさらに情緒不安定になる。離れている間にフィリップが他の女といると妄想し、嫉妬で反狂乱になっていたようだ。そこまで行くとフアナが少し異常に思えるわね。どうやらフアナの祖母もイザベル一世を出産後に精神に異常をきたしたようで、亡くなるまで城の中に幽閉されていたんだ。じゃあこの性格は遺伝なのかしら？その可能性はある。実際にイザベル一世もそう疑ったようだ。イザベル一世はフアナが出産した子を預かって、フアナを一旦ネーデルランドに戻したぜ。これで少しは状況が安定するといいけど、そうなればよかったんだが、フアナは浮気を繰り返すフィリップを見て、さらに状況不安定になってしまったぜ。1504年にイザベル一世が崩御するとフアナはカスティーヤの女王になった。しかしイザベル一世はフアナの精神的な異常を不安に思ったようで、フアナの婿であるカルロスの成人まで父のフェルナンドが摂政として政務を取り行うよう、遺言を残していたんだ。フィリップはそんなイサベル一世の遺言を知って激怒し、なんとかフアナを懐柔しようとしたがフアナはそれを拒否した。フェルナンドはジェルメイヌとフォアと結婚する。自分の血筋をアラゴンの王位後継者にするために再婚を急いだんだ。フィリップに自国を任せたくなかったのね。フェルナンドもフィリップも統治権欲しさにフアナが狂っていると噂を流したが、フアナは国民や貴族の信頼を得ていた。堂々と自分がカスティーヤ王女だと宣言したんだぜ。へえ、国民や貴族には人気があったのね。フェルナンドとフィリップは会談を行い、ひとまずフアナを正式に女王として即位させることに合意した。そんな中、ある悲劇をフアナが襲う。なんとフィリップが突然天に召されたんだ。あんな元気に浮気していた人が急にって、一体何が起こったの？どうやら毒を盛られたようなんだが、真偽はわかっていないぜ。フィリップとも争っていたし、フィリップは敵が多かったのかもしれないわね。そうだな。このことでフアナは大いに悲しみ、フィリップの遺体から離れようとしなかった。フアナはフィリップは生き返ると言って、フィリップを埋葬することを許さなかったんだ。本当におかしくなってしまったのね。ああ。フアナはフィリップの棺を自分の馬車に乗せて2年間もカスティーヤ国内をさまよった。怖いわ。急にホラーになったじゃない。フアナは毎日棺を開けてフィリップに話しかけ、キスを繰り返したんだぜ。もうとっくに腐敗していたでしょうに。遺体がミイラになっても、フアナはフィリップを手放そうとしなかった。フィリップ亡き後、フアナは父フェルナンドの監視下に置かれる。フェルナンドと貴族たちは、フアナをどこかに監禁しようと相談したんだが、
フアナはお飾りだとしてもカスティーラの女王だ。莫大な財産もあるし、各国の有力者から再婚の申し出もあった。でも、フアナはフィリップから離れなかったのよね？ああ。フェルナンドは再婚を阻止するために、娘は亡き夫と旅をしている。と、フアナが狂っていることを広めた。ちなみに夫の死を受け入れられず遺体と共に放浪する女王は人々の好奇心を刺激し、様々な芸術作品や物語の題材になったぜ。こうしてフアナは人々から教授と呼ばれるようになったんだ。それで教授と呼ばれるようになったなんて。そんなフアナの元にイングランド王のヘンリー7世から再婚話が来たんだが、話がまとまらないままヘンリー7世が崩御。それによりフアナはブルゴスから、サンタ・クララ修道院の隣にある、トルデシアス城館に移動させられた。フアナの護送は夜に行われたが、その時もフィリップの遺体を入れた棺は一緒だったぜ。それはこれからフアナを幽閉することに対してせめてもの償いかしら？いや、フィリップの遺体はグラナダで埋葬する予定になっていて、トルデシアスはその中間にあったんだ。フアナの護送部隊にフィリップの棺を運ばせれば費用が節約できるという理由だった。フアナはとことん人に恵まれないわね。トルデシアス城館での生活の間、フアナはフェルナンドの部下、デニア公爵の監視下に置かれた。フアナはデニア公爵に、拷問されることもあったようだ。なんでよ、デニア公爵はこの拷問のことを、神への奉仕で、女王の母であるイサベル一世も行っていたと主張した。気の毒すぎてめまいがしてきたわ。フェルナンドが生きている間、フアナは外の世界とは隔離された生活を送ったぜ。1516年に摂政をしていたフェルナンドが亡くなったが、フアナには知らされなかった。デニア公爵はフアナに、フェルナンドはまだ生きていると伝えていたんだ。政治権を主張されたら面倒だと思ったのね。ああ。フアナにはフェルナンドの死去を隠し、長男のカルロスがカスティーラと、アラゴンを統一したスペイン国王カルロス一世として、統治を始める。カルロスはハプスブルク家の血筋も引いていたので後に神聖ローマ帝国皇帝カール5世としても即位した。こうしてハプスブルグ帝国が誕生したのね。ああ。フアナはカルロス一世の時代も監禁されていたため、健康状態が悪くなっていった。食事や睡眠が不規則になり、宗教儀式への参加も拒否し、イエスの血肉とされるブドウ酒とパンを食べる生体廃業を拒否し、司祭なしで告白を希望するなど、司祭を手こずらせた。あら？信仰を拒否していたようだけど、告白するつもりだったの？ああ。フアナはローマ教会の決めた儀式がくだらないと思っていただけかもしれないな。ふむふむ、神への信仰自体はあったのは少し意外だわ。こうした行いもフアナが狂ってると言われる原因になったんだろう。フアナの言動や行動がフアナ自身を追い詰めていったのね。そういうことになるな。一方、資金難に陥っていたカルロス一世は1520年にスペインから御用金を集めた。それが原因でスペインの都市が反乱を起こしたぜ。これをコムネロスの反乱という。コムネロスってどういう意味？都市住民という意味だ。コムネロスはトルデシアスに集まって、フアナを国家元首と認め、カルロス一世の統治に反対したぜ。その反乱軍にはルターの影響を受けた宗教改革派の人たちもいた。彼らからすれば、伝統的なカトリック信者から異端者扱いを受けているフアナなら、自分たちを理解してくれるに違いないという思惑もあったようだ。それでフアナにすがったのね。フアナは久しぶりに自由になったぜ。自由になったフアナに会ったコムネロスの人々はフアナは狂人ではない。女王としての役目を果たせると確信した。そしてコムネロスに正当性を与える布告書に署名するよう要求したんだ。署名したの？いや、フアナはコムネロスを信じなかった。自分が権力を手にする機会はあったにもかかわらず、息子を気遣う気持ちの方が大きかったんだ。フアナ自身も王族育ちだしな。反乱を起こした市民の言うことは信じられなかったってこと？その通りだ。コムネロスの反乱は1521年4月にカルロス一世の派遣した軍によって鎮圧されたぜ。市民じゃなくて息子の肩を持ったなら、自由になれるんじゃない？フアナもそう思っただろう。ところが反乱を鎮圧したカルロス一世と貴族たちは、またフアナを監禁した。フアナは自由になれる機会を自分で潰してしまったんだ。自分の味方をした母を監禁するなんてひどい話だわ。カルロス一世や伝統的なカトリックを信じている貴族たちはフアナを監禁し続けるため、フアナは狂っていると言い続けた。確かにフアナは以前よりも怒りっぽく事情を手にかけたいということもあったし、八つ当たりしたりすることもあったが、それは監禁され続けたせいでしょう。その通りだ。そしてフアナは生活も不規則になり病気がちになる。しかしフアナは形だけでも、カルロスとの共同統治となっていて、体調を壊しながらもカスティーラ女王の地位への執着は失わず、上位は認めなかった。これは息子へのささやかな抵抗だったのかもしれない。カルロスはそんな母親を心配するようになって、遠征から戻るたびにフアナを見舞ったんだぜ。
それなら早く自由にしてあげてほしいけど、上位を認めないから難しかったのかしら。ああ。こうして1555年にフアナはこの世を去る。46年間も監禁され、享年は75歳だった。フアナは最後まで強烈な意志で女王の座にこだわり続けた。意志の強さは母親譲りだったのね。そうだな。フアナは夫との関係でひどく落ち込んだり、信仰への態度から周囲から異端者扱いされたが、享受伝説の多くは作られたもので、本当に狂っていたかは疑問に思う。ええ、権力を手にしようとする男たちによって享受にされてしまったのかもしれないわ。続いては悪女と呼ばれたクレオパトラ7世の生涯と、悲劇的な最後を解説するぜ。霊夢はクレオパトラについてどれくらい知っている？クレオパトラの鼻がもう少し低かったら歴史は変わっていただろうでしょ。17世紀の天才、ブレイズ・パスカルがそう言ったのよね。この言葉が表した通り、クレオパトラ7世の存在が世界の歴史に与えた影響は大きかった。主にローマ、エジプトの歴史への影響だな。クレオパトラの名で知られるクレオパトラ7世の正式名称はクレオパトラ7世フィロパトルね。ああ。彼女の生まれはとても複雑だ。彼女が生まれたエジプトのプトレマイオス王朝はアレクサンダー大王が亡くなった後に起こった、ディアドコイが原因でできた国なんだぜ。後継者戦争とも言われるディアドコイによって大王の築き上げた帝国は多くの国に分かれたんでしょ？その通りだ。そして多くの後継者候補の中から、アンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプトの3カ国が有力となる。ええ、これらの国が世界の中心であった時代をギリシャ神話の英雄エレインの名を取って、ヘレニズム時代と呼んだのよね。ああ、この時代の支配者はギリシャ人であると言われていて、彼らはその他の民族をバルバロイと呼んで蔑んでいたんだぜ。もともとのギリシャ人はアテネに代表されるようにポリス的な国家だったんだが、広大なオリエントを支配するにあたり、専制君主制を採用した。特にエジプトにその傾向が強く、プトレマイオス朝はエジプト古来の慣習である近親婚を繰り返していく。やっぱり王家や貴族は、近親婚が多いのね。それはクレオパトラ7世も例外ではない。クレオパトラ7世の父方の祖父と母方の祖父は同じ人物で、つまり父と母は腹違いの系米だ。さらに父方の祖父と父方の祖母は系米で、母方の祖父と母方の祖母は親子の可能性もある。いくらなんでも短すぎるけど、プトレマイオス朝は近親婚を繰り返した王朝ってことね。今回紹介するクレオパトラ7世も、弟のプトレマイオス13世と結婚しているぞ。なんでプトレマイオス朝はこんなことをしたのかしら？理由は他の王家や貴族とさほど変わらない。プトレマイオス朝の創始者はギリシャ人で、圧倒的多数のハム語族であるエジプト人を支配しなければならなかったからだ。そのためにはエジプト歴代王家の慣習を引き継ぐ必要があったってことかしら。ああ。古代エジプトといっても、第30王朝まで存在していて、歴代王朝はそれ以前の慣習を引き継いでいたからな。王家の血は神聖なもので、王家以外の血を入れてはいけなかったんだ。断絶の危機はなかったの？もちろんあったぜ。プトレマイオス朝はセレウコス朝の血などが入っているが、ギリシャ人かつ、王家の純血を守るために、近親婚という無茶苦茶な制度を守り続けたと考えられる。プトレマイオス朝は内紛の過程にできた国家で、その歴史は内紛の歴史でもあるんだ。同じ一族で王位を争って戦争をして、衰退していったのよね。そうだ。クレオパトラ7世の父であるプトレマイオス12世なんて、単独で王位を維持することができず、ローマの支援を受けてやっと王座についていたくらいなんだぜ。そういえば、プトレマイオス12世はプトレマイオス9世の庶子じゃなかった？その通りだ。本来なら正当な王位継承権を持たず、黒海沿岸のポントス王国で育っていたくらいだ。しかも何の才能もなく、遊ぶことしか頭にない人物だったんだが、プトレマイオス朝は内紛で正当な王位継承者がいなくなったから、王になれた人物なんだぜ。ラッキーな人だわ。王になったからといって王にふさわしい人格に変わるわけでもなかったため国民は彼を嫌い。弟が治めているキプロス島をローマに攻められた時ですら、見て見ぬふりをする始末だった。これにはさすがに国民も怒り、彼はそのままローマに亡命したぜ。びっくりするくらい何の役にも立たないわ。ところがこの期間にローマ最強の将軍であるポンペイウスがセレウコス朝を滅ぼし、プトレマイオス12世を支援したことで、再び王となった。国民にとっては悪夢よ。ああ。結局紀元前51年まで王位につき、子供のクレオパトラ7世とプトレマイオス13世に、共同統治するようにと遺言を残して、この世を去ったんだぜ。よし、それではクレオパトラ7世の出自について解説したところで本題に入るぜ。待ってたわ。まずクレオパトラ7世が18歳で王位につけたのは、弟のプトレマイオス13世がまだ10歳だったからだ。18歳もまだ子供じゃない。それはそうなんだが、クレオパトラは天才児として有名で、ギリシア語はもちろんのこと、
5から6カ国語も話せてあらゆる学問を即座にマスターしたと言われている。すごいわ。確かにそれなら大いにふさわしいわね。だろ？実はクレオパトラには、ベレニケ4世という姉もいたが、ベレニケ4世は父に処刑されている。ギリシャやローマの常識はある程度通用するのに、プトレマイオス朝に常識は通用しなさそうだわ。まったくだ。ちなみにクレオパトラという名前の姉もいて、こちらがプトレマイオス6世だぜ。他にもアルシノエ4世という妹と、プトレマイオス14世という弟もいる。かなり子沢山だったのね。少し意外だわ。ほとんどは創生しているがな。そうなんだ。なんだか怖いわね。話を戻そう。王位を継いだクレオパトラだが、同時にとてつもない負の遺産も継いでしまった。借金かしら？ああ。父のプトレマイオス12世は、ファラオに復帰するため、ローマの有権者たちに多額の賄賂を送っていた。故国を追われたせいでお金などは持っておらず、そのお金は借金して賄っていたのだが、その金額は1750万ドラクラにも及んだと言われている。それはどれくらいの金額なの？調べても正確な数字は判明しなかったが、ありえないほどの大金だったんだろう。だが、クレオパトラが気にするべきはローマについてだった。他のことはいいのかしら？よくはないだろうが、それほどまでにローマが強大になっていたんだぜ。カルタゴやアンティゴノス朝マケドニアを滅ぼし、セレウコス朝シリアも滅ぼしたんだ。オリエント最強と言われたミトリダテスは、ローマ最強の将軍スッダや、ポンペイウスの手によって、あっけなく敗北したからな。だから必然的にローマの次の狙いは、最後のヘレニズム王朝であるプトレマイオス朝エジプトとなる。もはやエジプトは内紛している場合ではないわね。いや、そんな状態でも内紛をしていたのがプトレマイオス朝エジプトだぜ。まだ幼いプトレマイオス13世の周りには悪辣な側近たちが揃っていた。こうしてエジプトで静かな内紛がうごめいている時、ローマは大体的な内紛状態となっていた。ローマ最大の英雄であるユリウス、カエサルと、ローマそのものと言われる元老院が、戦闘状態に突入していたからな。元老院派を率いているのはセレウコス朝シリアを滅ぼして父のファラオ復帰に手を貸した。天才将軍ポンペイウスで、クレオパトラは元老院派を支援したんだが、ポンペイウスは敗北し、エジプトに向かって亡命を表明したんだ。クレオパトラはポンペイウスの受け入れの意思を示した。これをチャンスだと思った。プトレマイオス13世の側近たちは、エジプトからクレオパトラを追放してしまった。それでどうなったの？プトレマイオス13世の側近たちは、ポンペイウスを葬って、ユリウス、カエサルを迎え入れる。こうしてエジプト入りしたカエサルのもとへ、ある日、豪華な絨毯が届いた。知ってるわ。中にはクレオパトラが入っていたのよね。その通りだぜ。スケベなハゲとして有名だったカエサルはこの贈り物を非常に気に入った。ひどいあだ名だわ。カエサルはアレクサンドリアに行き、プトレマイオス13世とクレオパトラ7世の会談の機会を設けた。カエサルはプトレマイオス12世の遺言通りに敬米で仲良くエジプトを統治するように言い聞かせて、両者の間に朝廷を結ばせることに成功する。このことにプトレマイオス13世は憤りを感じ、クレオパトラ7世はカエサルの愛人となった。カエサルとクレオパトラ7世の間には、カエサリオンという名の子供が生まれたと言われているぜ。言われているって、定かではないの？カエサリオンが本当にカエサルの子なのか古来より論争されているんだ。いずれにせよ、カエサルとクレオパトラの関係はプトレマイオスだけではなく、エジプトの人間たちを大いに刺激したぜ。プトレマイオス13世は妹のアルシノエ4世とカエサルに攻撃を仕掛けた。あ、ナイルの戦いのことかしら？そうだな。これがきっかけでナイルの戦いが始まる。しかし戦争経験もない人間が天才ポンペイウスにさえ勝利したカエサルにかなうはずもなく、プトレマイオス12世は川の藻くずとなり、アルシノエ4世は捕虜となったぜ。そしてクレオパトラは、弟のプトレマイオス14世と結婚し、エジプトのファラオとなったんだ。ただ、これは偽装結婚であり、プトレマイオス14世は傀儡政権であると言われているぜ。カエサルとクレオパトラはどうなったの？カエサルはナイルの戦いでの勝利を祝うためにローマで凱旋式を行ったが、そこにはクレオパトラとカエサリオンの姿もあったとされている。しかし、その後のクレオパトラの行動ははっきりとしていないんだ。カエサルの庇護のもとローマにいた説と、エジプトに帰ったとされる説、そもそもローマに行っていない説など様々な説があるんだが、凱旋式の後、世界を揺るがす大事件が起きる。大事件って何があったの？カエサルが闇に葬られた事件だ。この大事件の際にクレオパトラが取ったのは、カエサリオンをローマのトップに据える行動だった。クレオパトラは本気でユリウス、カエサルが息子のカエサリオンを後継者にすると信じていたの？ああ。だが、公開された遺言状には、クレオパトラにとって信じられないことが書いてあった。自身の後継者はオクタビアヌスとする。それができない時はブルータスが後を継ぐとな。クレオパトラだけではなく、
ローマの誰しもが、オクタビアヌスって誰？状態だっただろう。この時のオクタビアヌスは下級職にすらついたことのないどころか、名門貴族出身ですらない18歳の無名の青年だったからな。そんな遺言状の内容を聞かされたら、クレオパトラは大層怒ったんじゃない？ああ、怒りの表情を浮かべながらエジプトに帰った。そしてこれがきっかけとなり、クレオパトラ7世の中に眠っていた悪女性が目を覚ましてしまったんだ。クレオパトラがエジプトに帰ってすぐ、共同統治者である弟のプトレマイオス14世が包囲。それってクレオパトラの仕業なんじゃない？誰もがそう思っただろうな。その後すぐにクレオパトラは息子のカエサリオンを、プトレマイオス15世として即位させている。カエサルを憎む気持ちが強かったのか、オクタビアヌスには味方をせずに、カエサルを葬ったカッシウスやブルータスを支援するようになった。愛が憎しみに変わったのね。ああ。しかし紀元前42年、フィリッピの戦いでカエサルの暗殺犯たちは、カエサルの後継者を自称するアントニウスに敗北してしまう。そしてアントニウスは国家の敵に組みしたエジプトの女王に出頭を命じるが、クレオパトラはアントニウスを魅了した。まあ、元からアントニウスはクレオパトラに魅了されていたという学者もいるけどな。さすが世界三大美女だわ。あら？でもアントニウスはカエサル派じゃなかった？そう思われがちだが、当初はポンペイウスの配下として名を挙げており、その時代に一度エジプトを訪れているんだ。ポンペイウスがプトレマイオス12世をファラオに復帰させた際に随行していて、その時にクレオパトラに魅了されたとされているぜ。どちらにせよ、この時からアントニウスはクレオパトラに夢中になってしまったのね。ああ。クレオパトラはアントニウスを操り、自分の妹であるアルシノエ4世の命を奪わせた。妹を、時代が違うとはいえ怖すぎるわ。そんな状態のアントニウスだが、オクタビアヌスとの関係を強めるために、紀元前41年には彼の姉であるオクタビアと結婚しているぜ。クレオパトラはそれでよかったの？どうでもよかったんだろうな。クレオパトラにとって最も重要なのは、プトレマイオス王朝の血を引く者が、クレオパトラ7世とその子供だけになったことだ。しかも彼女は息子をエジプトの王であるだけではなく、世界の王にしようと思っていた。それって広大なオリエント地方と広大なローマの領土を合わせ持った、過去最大の世界帝国の建設を意味するってことよね？ああ。クレオパトラはそれを本気で夢見てた。世界中の人々が自分に貸し付く、その準備は整った。その頃のローマではカエサルの後を継いだ第二次三党政治の面々が、各地で転戦している時期だったんだぜ。オクタビアヌスはガリア地方及びイベリア半島、レピブスは北アフリカ、そしてアントニウスは東方の広大な地域を担当した。アントニウスはとても強く、一瞬で広大なオリエント地域を手に入れてしまう。そしてクレオパトラに魅了されているアントニウスは、ローマに帰すべきこれらの地域を、クレオパトラに献上してしまったんだ。さらにアントニウスはオクタビアとの離婚を発表し、クレオパトラとの結婚を発表する。どれだけ魅力的なのよ。会ってみたかったわ。と、まあここまではクレオパトラの計算通りだっただろう。しかし彼女は不幸であったと言える。どうして？彼女が敵に回したのは、人類の歴史上最も賢い男だったからだ。クレオパトラはオクタビアヌスを甘く見積もっていたのね。この時点での実績を考えれば、オクタビアヌスは、アントニウスの足元にも及ばなかった。アントニウスはポンペイウスの下で頭角を現し、カエサルのガリア遠征やローマ内戦に参加して、フィリッピの戦いでも名を挙げた英雄でしょ？ああ。一方のオクタビアヌスはカエサルに後継者指名をされただけの男だ。軍事的な才能は皆無で、フィリッピの戦いでは大勝するアントニウスとは対照的に、オクタビアヌスの部隊は惨敗している。この時点ではクレオパトラがアントニウスに目をつけるのも当然よね。そうだな。しかし、クレオパトラはカエサルの本当の凄さを知らなかった。カエサルが後継者に指名したのは、オクタビアヌスだったことを、もっと考えるべきだったんだ。しかし、オクタビアヌスを甘く見ていたのは他の者も同じだった。アントニウスと同様、カエサルの下で活躍したレピブスはオクタビアヌスの軍団を強襲する。レピブスもオクタビアヌスをよく知らなかったのね。そうだ。カエサルはオクタビアヌスの才能も、また才能のなさも同時に知っていた。どういうこと？彼にはズバ抜けた政治能力はあるが、軍事的才能はなかったんだ。それをわかっていたカエサルは、彼にアグリッパという若者をつけた。その若者の才能は開花したの？ああ。歴戦の優勝であるレピブスは敗北した。そしてオクタビアヌスは、アントニウスが姉と離婚したことを憤り、領地をクレオパトラに献上した時点で動き出したぜ。ローマはエジプトに宣戦布告するとな。その意見は賛同されたのかしら？元老院の強い賛同を得たぜ。アントニウスがエジプトに領土を割譲したことも一因ではあるが、それ以上に凱旋式をエジプトのアレキサンドリアで行ったことが、元老院を刺激していたんだ。ローマは誇りを汚されることを何より嫌うもんね。
こうしてアントニウスとクレオパトラはローマの敵と認定されたの？ああ。しかし兵力的にはエジプト側が優勢だ。だが、オリエント諸国はローマに煮え湯を飲まされ続けてきた。アンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、ポントス王ミトリダテス、オリエントなどは、すべてローマによって駆逐されたからな。でも、今回はローマの英雄であるアントニウスが指揮を取るんでしょ。ローマの敵はローマね。こうしてアクティウム海戦の幕が上がったんだぜ。アントニウスは、ギリシャにおいてオクタビアヌスを待ち構え、陸での海戦で決着をつける作戦を立てた。アントニウスは陸戦の名将で、基本は負けなし、アグリッパがどれだけ優秀でも、この時点では世界最強の将軍だったんだぜ。それなら安心じゃない？いや、クレオパトラは海戦を主張したんだ。何かいい作戦でも思いついたのかしら。ただ船の上から、沈みゆくローマ船を見たかっただけだったという。それだけの理由で陸戦をしてるの？信じられないよな。確かにクレオパトラは、あらゆる学問に通じていたが、軍事に関しては素人だった。アントニウスは何も言わなかったの？もし軍事を自分に任せろとでも言っていたら、歴史は変わっていたかもしれないな。だが、ここまでの話でわかるように、アントニウスはクレオパトラに夢中な男だ。クレオパトラの望み通り、海戦で決着をつけることにしたのね。この時点でアントニウス側にかろうじて残っていた名将たちは一気に離反する。それでもこの時点ではエジプトの方が兵力は豊富だったが、残っていたのは立ちの悪い傭兵ばかりだった。この海戦は歴史的な意義とは裏腹に、戦闘においてはあまりにもお粗末なものとなったぜ。クレオパトラは？船の上から沈みゆくローマの船を見たがっていたわよね。クレオパトラはそれを見るために豪華な船に乗っていたが、予想とは真逆にローマ船に沈められるエジプト船を見て、すぐに戦場から逃げ出した。戦場で戦っている兵士を見捨てて自分だけ逃げる為政者なんて聞いたことないわ。最悪でも撤退命令くらいは出すでしょ。ああ。しかしクレオパトラは撤退命令すら出さず、自分だけ逃げたんだ。アントニウスはどうしたの？兵士を見捨ててクレオパトラの後を追ったぜ。はい？女の尻を追いかけて無責任に戦場を離脱した指揮官は、後にも先にもアントニウスだけだろうな。カエサルはアントニウスのこういった部分を見抜いていたから、後継者に指名しなかったんだろう。その後はどうなったのかしら？クレオパトラを追いかけたアントニウスのもとに、クレオパトラが自ら命を絶ったという知らせが入った。絶望したアントニウスも、クレオパトラの後を追ったんだぜ。クレオパトラの最後が、私が知っているのとは違うような。これは完全な狂言だからな。クレオパトラは命を絶っていない。それなのにどうしてそんな誤報が届いたの？クレオパトラが意図的に流したんだ。そうすればアントニウスがどうするかなんてわかりきっていた。クレオパトラにとってはもうアントニウスはただのお荷物になったんだ。自分のことを心から愛してくれた男でも、利用価値がなくなれば捨てるのね。ひどいわ。クレオパトラ7世は世界史上でも有名な悪女だぞ。最後に愛に目覚めたマリー・アントワネットとは真逆で、クレオパトラに会ったのは自己愛だけだったのね。そういうことだ。クレオパトラが次のターゲットに選んだのはオクタビアヌスだった。クレオパトラはオクタビアヌスをアレキサンドリアに招いて、最大限のもてなしをする。しかし、今まで何人もの男を魅了したクレオパトラでも、今回ばかりは相手が悪かったんだ。オクタビアヌスはクレオパトラに目もくれず、それがショックだったのか、自分の運命を悟ったのか。クレオパトラ7世は子供を置いて、自ら命を絶ってしまう。その際、毒に効果があるかどうかを奴隷で試し、効果があるとわかると毒牌を煽ったという話と、自ら毒蛇に胸をかませたという話もある。これ以外にも多くのパターンがあり、これらは多くの戯曲や物語の元となり、今ではどれが真実かわからない。戦場から逃げて、子供を残していったのは真実よね。ああ、それは史実として残っている。クレオパトラには何人かの男との間に子供がいたが、オクタビアヌスはその中の、カエサリオンことプトレマイオス15世だけを処刑し、残りの子供は姉のオクタビアに預けたぜ。預けられた子供は主にアントニウスとクレオパトラの間に生まれた子供だったが、オクタビアはその子たちに対して、自分の子と変わらない愛情を注いで育てたみたいだ。オクタビアはローマ人が理想とする女性像そのものだったのね。こうしてクレオパトラ7世が没したことにより、プトレマイオス朝のエジプトは滅亡した。これによってヘレニズム諸国家は全て滅亡し、ヘレニズム時代は終わりを迎える。同時に3000年続いたエジプト文明も終焉を迎えて、ローマ帝国の直轄領へと変貌を遂げた。クレオパトラ7世はプトレマイオス王朝始まって以来の天才だった。その天才が国を滅亡させるなんて、なんだが皮肉な話だわ。ああ。ちなみに歴史家のプルタルコスは彼女の容姿については一切触れず、その知性と楽器のような美声について称賛しているぜ。また、ローマ最高の哲学者と呼ばれるキケロは友人に向けて書いた手紙に、女王は嫌いだ。こんな連中と関わりたくないと述べている。
クレオパトラ7世は悪女の究極体って感じだもんね。激動の人生を送ったクレオパトラだが、パスカルの言う通り、もしクレオパトラの鼻がもう少し低かったら、本当に歴史が変わっていたかもしれないと思うと、なんとも言えない気持ちになるな。お次はポルトガルの狂気と呼ばれたポルトガルの女王イサベラについて解説するぜ。狂気と呼ばれるなんてどんなことをしたのかしら。イサベラは1451年4月22日に、マドリガル・デ・ラス・アルタ・ストレスというカスティリアの小さな村で生まれた。ちなみにマドリガルは廉価という意味でラス・アルタ・ストレスは高い塔の複数形なんだぜ。高い塔の廉価っていうこと？ロマンチックな名前の村ね。そうだな。その田舎の村でカスティーラ国王ファン2世の2番目の妃の長女として誕生し、彼女は宮殿とも呼べないような質素な城で育った。その城は現存しているのかしら？ああ、イサベル女王が過ごした城は修道院になっているぜ。そんなイサベルの父王ファン2世は49年も治世を行うが、カスティーリアの不運と言われるほどの大手芸術を好む温和な人物だからか、政治は無能だった。そして父王ファン2世の最初の結婚はアラゴン王家の王女マリア、でアラゴンだ。二人の間には娘が三人、息子一人に恵まれたぜ。男の子が生まれたなら今後も安泰ね。この息子が次の王になるエンリケなんだが、国王就任後はカスティーリア王エンリケ4世不能王と呼ばれている。おっと、ファン2世の二度目の結婚相手はポルトガル王女イサベルだ。娘と同じ名前なの？ああ、この二人の間に生まれたのが後のイサベル女王だぜ。母のイサベルは若くて奔放な性格で気弱なファン2世は次第に翻弄されるようになる。さらに奔放なだけではなく、常識を逸した行動が目立ち始めたんだ。どんなことをしたのかしら？ファン2世をそそのかして思い通りに動かし、長年の宰相を公開処刑した。ファン2世は公開と自責の念で参ってしまい、人々の同情と軽蔑の中で亡くなってしまう。この時イサベル王女は3歳で、弟のアルフォンソ王子は8ヶ月だった。父が亡くなると兄のエンリケ4世が即位するんだが王女イサベルの不遇な日々が始まる。狂気な行動をする母イサベルと王女イサベル、弟のアルフォンソは、近くの荒野のアレバロの城に追放されて、貧しく暮らすことになるんだ。そんな、3歳と8ヶ月の子供に対してひどい仕打ちよ。まったくだ。先ほども言ったようにエンリケ4世は父と同じ無能で女好きだった。ファン2世が亡くなる少し前に妻の王妃と離婚したんだぜ。そんな簡単に離婚できたの？カトリックでは離婚は認められていないが結婚に問題があることを証明できれば、ローマ法王の許可のもと離婚できる。この離婚の理由はエンリケ4世が不能だったから認められたんだ。それ以来エンリケ不能王という不名誉な名前で呼ばれるようになったぜ。しかし不能と呼ばれたエンリケ4世だがすぐに再婚する。世継ぎを残さないといけないもんね。その通りだ。王の仕事の大切な一つは世継ぎを残すこと。そのために新しい妻を迎えたぜ。エンリケ4世が二度目に迎えた妻はポルトガル王の妹であるフアナだ。若くて美しく、明るい性格の王妃との盛大な婚礼が執り行われると、側近たちは今度こそは世継ぎを、と期待したんだが初夜では何も起こらなかったと記録されている。不能王の縄立てじゃないわね。どうもエンリケ4世は高貴な女性とは特に無理で妻の旅館の元に通い始めたんだ。そして王妃の元には若くてハンサムで野心家のベルトラン卿が通い始める。夫婦の溝は深まるばかりじゃない。ああ。だが結婚6年目にしてフアナが解任した。それって本当にエンリケ4世の子供だったの？みんなそう思ったようで、王妃のお腹の子はベルトラン卿だと噂された。そんな中1462年に生まれた女の子は母と同じ名前のフアナと名付けられたんだが、生まれた時から人々の好奇の目にさらされてベルトランの娘フアナと呼ばれていた。しかし不思議なことにエンリケ4世はベルトラン卿を厚遇して出世させたんだぜ。ええ？それじゃ周りの貴族たちも納得しなかったんじゃない？その通りだ。貴族たちの不満が高まるのを知ってか知らずかエンリケ4世は、イサベルの弟のアルフォンソに与えられていたサンティアゴ騎士団長の名誉も与えた。こうして周りの不満分子たちは王の知らないところで結束するようになったぜ。それは当然よ。この頃、イサベル王女たちは相変わらずセゴビア城で質素に暮らしていた。貴族の不満分子たちはエンリケ4世を見限ってアルフォンソを王に祭り上げようと画策して、ついに国内は分裂する。エンリケ4世は戸惑ったがアルフォンソにアスプリアス皇太子の称号を認めて、どうにか不満が溜まっていた貴族たちを懐柔しようとする。うまくいったの？いや、手遅れだった。アルフォンソを新国王アルフォンソ12世として擁立し、オルメドでの戦闘が行われたんだがアルフォンソ側が有利に進んでいた。しかし、ある日突然アルフォンソは倒れた。一体何があったの？前日の夜に魚を食べた後苦しみ始めたようだがそれが毒か疫病かは不明だった。去年は15歳だ。まだ若いのに、アルフォンソは亡くなったが、国内はまだ内戦状態で、
今度はイサベルを女王と担ぎ上げようとする勢力が現れる。17歳のイサベルはエンリケ4世こそが正統の国王だと述べたが、その着手の正当性に問題があるならばその次の王位継承権は自分にあるとも主張した。17歳なのにしっかりしているわね。当時の王族の結婚は政略結婚で自国の利益のために王族の子供たちはその道具として使われた。王女たちは15歳くらいで嫁ぐのが当たり前だったがイサベルは17歳だ。それなら周りの国々からたくさんの縁談が来たんじゃない？ああ。ポルトガルにイギリスやフランスからも縁談の話が来ていた。そして隣のアラゴン、カタルーニャ連合王国の皇太子であるフェルナンドからの話があった。祖父同士が兄弟という関係で、フェルナンドは同じトラスタマラ王家だ。美男で切れ者だったらしい。あら、悪くない縁談ね。そうなんだが、ここでも周りの大人の様々な思惑があった。そしてポルトガル王の5歳の話が言い渡されるとイサベルは逃げたんだぜ。そんなイサベルに味方したのはトレド大司教とアラゴン王国だ。どうしてアラゴン王国はイサベルに味方したの？アラゴン王国はたびたびフランスから圧力を受けていてこの結婚での利益に興味を持っていたからだぜ。イサベルは捕らえられそうになったが、なんとかバジャドリードに逃げて、フェルナンドが駆けつけると1469年にバジャドリードのフアンテ、ビベロの屋敷で、結婚式が取り行われる。この時イサベルは18歳、フェルナンドは17歳。ちなみにこの建物も現存しているぜ。見てみたいわね。そして相変わらず優柔不断なエンリケ4世は周りにそそのかされ、フランス王の弟と娘のフアナの結婚話を進めてイサベルに対抗しようとしたが、当事者のフランス王と、エンリケ4世に味方していたローマ法王が逝去した。新しいローマ法王となったシクスプス4世は、政治的な混乱と飢饉で弱っていたカスティーリアにルネッサンス時代のとある人物を送り込む。誰かしら？後にローマ法王となる、アレッサンドロ6世ロドリーゴ、デ・ボルジアだ。彼は野心家で祖国の混乱に心を痛め、イサベルとエンリケ4世の仲を取り持って、二人をセゴビア城で和解させたぜ。しかしその翌年にエンリケ4世は亡くなり、妃もその半年後に35歳で亡くなった。この時セゴビア城にいたイサベルは3、ミゲル教会で戴冠をする。こうして23歳になったイサベルは1474年にカスティーリアの女王になったんだぜ。ついにイサベルの時代が来たのね。だが、それは簡単な話ではなかった。これに納得しなかったのは、ハナ、ラ、ベルトラネイ派をしていた陣営だ。彼らは以前イサベルと縁談があった。ポルトガルの王アフォンソとファナを結婚させようとしたんだ。こうしてイサベルに対抗し戦争を仕掛け、4年に及ぶ戦争の間に、どんどん国は荒廃し、ついには僕の条約でファナは修道院へ隠居させられる。周りの都合で翻弄され続けたのね。ああ。それでもファナはリスボンの修道院で自分の王位継承を信じたまま69歳で亡くなった。この頃のスペインは南にイスラム王朝のグラナダ王国が細々と存続していた。レコンキスタの末期だ。キリスト教徒側はイサベルとフェルナンドの結婚によって、スペインという国の概念ができ、最後のイスラム国への戦争が始まった。ことの発端は何だったのかしら？南スペインでの小さな小競り合いだ。グラナダのアルハンブラ宮殿では権力闘争が続いた中、フェルナンドとイサベルが率いたキリスト教徒軍が迫るとアルハンブラは無血開城をする。そして1492年の1月2日にヨーロッパに残っていた最後のイスラム王朝グラナダ王国が滅びたぜ。この頃ルネッサンスの数々の発明によって航海術が進歩していたんだが、突然コロンブスという謎の男が現れる。コロンブスがスペインを訪ねたのは1484年だ。西回りでアジアにたどり着けると信じていたコロンブスだが、何度も援助を断られ、それでも諦めずに説得ししてついにイサベル女王からの援助を手に入れた。大航海時代が始まったわね。イザベル女王の死後は悲惨な運命をたどったけどな。その頃スペイン人ローマ法王にある人物が即位する。それはエンリケ4世とイサベルの和解を買って出た。ロドリーゴ、デ・ボルジア、アレッサンドロ6世だ。ロドリーゴはどんな人物だったのかしら？有名なボルジア家出身で聖職者でありながら愛人との間に子供がいたぜ。聖職者にふさわしくないわね。そんな中コロンブスはアジアに着き、スペイン人のローマ法王が登場するとポルトガルは慌てた。そこでスペインにやり込められないように地球を半分に割って揉めないように条約を結んだんだ。どういうこと？大西洋の上に縦に線を引いて、そこから西に土地を発見したらスペイン領土、東だったらポルトガル領土という条約だ。こうしてスペインは西、ポルトガルは東と行き先が決まって船を出したぜ。イザベル女王は何をしていたのかしら？歴史的な混乱や権力闘争が続く中、イサベル女王は一男四女を授かっているぜ。この子たちも例外ではなく、戦略の道具だ。なんだかやるせないわ。それでもイザベルはたくさんの愛情を注いで子供たちを育てたが、誰との結婚が自国に利益をもたらすか冷静に考えて結婚相手を決めていった。
それだけ選択肢があったということかしら。長女のイサベルはポルトガル王ジョアン2世の息子であるアフォンソ皇太子と結婚し、政略結婚ながら夫婦仲は良好でポルトガル宮廷で大切にされて幸せな日々を送っていたが、夫のアフォンソが落馬して亡くなってしまった。落馬で亡くなるって、源頼朝を思い出したわ。まだ子供がいなかったイサベル王妃はスペインへ帰国したんだが、亡き夫の父ポルトガル王ジョアン2世が死去してその妻の弟、マニュエル1世が即位する。イサベルはマニュエル1世から求婚されて再びポルトガル王妃になったぜ。なんだかややこしいわ。ちなみにマニュエル1世は、イサベル1世とはいとこだ。二人は息子を授かり、ミゲールと名付けられた。念願の皇太子ね。ああ。だが、出産と同時にイサベルは死去。息子のミゲールは1500年の7月に2歳で亡くなってしまう。不運が続くわね。他の子はどうなったの？イザベルの子の長男のホアンはブルゴーニュ公国の王女との結婚したぜ。彼女は神聖ローマ帝国皇帝の娘マルガレーテだった。マルガレーテは美しく、スペイン宮廷は彼女の結婚を喜んだが、ホアンは生まれつき体が弱かった。そのため結婚の行事の後姉の結婚式に参加する途中で、突然亡くなってしまう。不幸はまだ続き、解任していたマルガリータは死産した。辛すぎるわよ。次女のファナはあの教授ファナだ。ファナはベルギーのフィリップに嫁いだのよね。ああ。フィリップは神聖ローマ帝国皇帝の、マクシミリアン1世とブルゴーニュ公国のマリアの長男だった。ファナはフィリップに翻弄され続け精神を病み、6年後に祖国に帰る頃には別人に変わり果てて、イサベル女王を大いに悲しませたぜ。確か兄と姉が亡くなってスペインの王位継承権を手に入れたんだっけ？その通りだ。それでスペインに戻ったが、フィリップは突然亡くなってしまう。父のフェルナンドが毒を持った説があるのよね。それも定かではないけどな。そしてイサベルの三女マリアは長女のイサベルが亡くなった後、ポルトガル王マヌエルのところへ嫁いだ。マリアだけは幸せな結婚生活を過ごして5男2女を産み、みんなに惜しまれながら35歳で亡くなった。マリアだけがって、まだ四女がいるでしょ？四女のカタリーナは最も不幸だった。15歳でイギリスの皇太子アーサーと結婚したが、病弱だったアーサーは結婚後にすぐ亡くなっている。そして驚くことにアーサーの父親であるヘンリー7世との縁談が持ち上がるが、ヘンリー7世も言って、アーサーの弟のヘンリー8世と再婚したぜ。ヘンリー8世って、ああ、あのヘンリー8世だ。ちなみにカタリーナとヘンリー8世の娘が、ブラッディ・メアリーだ。カタリーナは何度か妊娠したが、死産を繰り返す。そんなカタリーナをいたわることもなく、ヘンリー8世は宮廷の女官アン・ブーリンと結婚するためカタリーナとの結婚の無効を主張した。最低な男だわ。アンブリンとヘンリー8世の間の娘がエリザベス1世だぜ。ちなみに結婚の無効は認められたの？認められなかった。邪魔者となったカタリーナは3年間城に幽閉され隔離され、49歳で亡くなったぜ。子供たちを次々と亡くしたイサベルだが、晩年はメディーナ・デル・カンポの質素なお城で、亡くなるまで国のために働き、1504年11月26日に53歳で亡くなる。唯一の救いは四女のカタリーナの不幸を知らずに亡くなったことかもな。逆境を乗り越えてスペインを一流の国家にした偉大な女王の唯一の救いが、カタリーナの不幸を知らないことなんて、切ないわ。今度は奴隷から王になったイスラム女性のシャジャル・アッブルについて解説する。女性が奴隷から王になるなんてすごいわ。ぜひ聞かせてちょうだい。まずは本日の主役、シャジャル・アッブルについて紹介するぜ。よろしくお願いするわ。シャジャルは西暦不明に生まれ、1250年に在位について1257年4月28日に亡くなった。アイユーブ朝のスルタン、サーリフの夫人で、マムルーク朝の初代君主だ。イスラム圏で国王となった女性は極めて稀ね。しかも初代君主なんてすごいじゃない。エジプトを支配したマムルーク朝は、初代スルタンにシャジャル・アッブルに王位を継承した。この政権は事実上わずか3ヶ月だが、マムルーク朝の統治を行った、シャジャルが開いた王朝であると言える。シャジャルはどんな女性だったの？シャジャル・アッブルは幼少時に親族を失い、女官見習い奴隷としてカリフの高級で育ち、アラビア語を身につけたとされる。民族的にはテュルク系かアルメニア系の出身と考えられているが、テュルク系主体のマムルークによって支持されたことから、テュルク系と見た方がいいとされているな。そしてシャジャル・アッブルはアラビア語で真珠の木と言い、その名の通り非常に美しい女性だったそうだ。これは宰相としての名前であるとされていて本名は不詳。電気作家のサファディは、シャジャル・アッブルは類稀な美しさで見識があり、抜け目がなく、知性的であった、と記している。その美しい容貌に加えてマムルーク軍団のバフレイヤを統率する、政治的手腕を備えていたと見てよいだろう。美しいだけじゃなくて政治的手腕まであったのね。シャジャルはもともとアッバース朝によって建設されたことのバグダッドから、
海遊部長の国王へ贈り物として捧げた女奴隷だったんだが、その美貌が1240年頃までに国王サーリフの寵愛を受け、サーリフの息子ハリールを産んで解放奴隷となり、サーリフの聖夫人、キサキとなったんだ。へえ、国王に見染められるなんてやるじゃない。ちなみにシャジャル自身に対しての供述はこれだけしかない。王家の姫と違って少ないわね。ところでマムルーク王朝ってどんな王朝だったの？先ほど少し触れたが、マムルーク王朝の前の王朝はアイユーブ朝だ。1169年にこの政権を、アイユーブ朝はシーア派であったファーティマ朝に代わり、エジプト、シリアのスンナ派侵攻を回復したぜ。これを頭に入れておいてほしい。わかったわ。それで、マムルーク朝は？マムルーク朝はエジプトを中心にシリア、ヒジャーズまでを支配した、スンナ派のイスラム王朝だ。首都はカイロで、スルターンが奴隷身分の騎兵、マムルークを執事とする軍人と、その子孫から出たためマムルーク朝と呼ばれる。一貫した王朝ではあるんだが、いくつかの例外を除き王位の世襲は行われずに、マムルーク軍人中の有力者がスルターンに就いた。マムルーク軍人中の有力者がスルターンに就くと軍を手名付け、第7回十字軍を撃破してアイユーブ朝を廃止、新王朝を設立して自らスルターンとなった。十字軍と戦っていたの？ああ。1096年に始まった十字軍では第1回でエルサレムにキリスト教王国を建国するが、第3回でアイユーブ朝のサラディンにエルサレムを奪還される。第6回で再びキリスト教側の手に戻るんだが、すぐにアイユーブ朝に奪還されたぜ。以前はヨーロッパ諸国では十字軍によるエルサレム奪還の熱は高くあったんだが、さすがにこの時代になると財産や命を懸けてまでエルサレムを取り戻そうとする王は少なくなった。戦争がずっと続いていたら疲れるわよね。ところが、フランス王ルイ9世は信心深い男で純粋な正義とキリスト教徒としての義務感から、周囲が止めるのを聞き入れずに、十字軍の出陣を決意した。ルイ9世といえば、評価は二通りあるのよね。一つは理想のキリスト教王で、フランスの対外や内部の争いを収めて平和を保ち、裁判制度の整備、産業、芸術の育成に努めた名君であるという評価。これだけなら名君すぎるんだけど、もう一つはイングランドや神聖ローマ帝国が内戦や強硬との対応に追われていて、領土の拡大が可能だったのに、それを生かさなかった無能という評価だな。特にイングランド領ガスコーニャを接収していれば、百年戦争は避けられたかもしれない。十字軍に失敗して多額の出費をしたことは、フランス王国の衰退につながったんだ。勇敢な騎士だけど将軍としての戦略と戦術に欠けていたのね。その通りだ。ちなみにサン・ドニ修道院に保管してある聖遺物のキリストの釘が盗まれた時、これをなくすよりフランスの最も栄えた都市が血に飲み込まれる方がマシだ。と述べたぜ。芸術を愛しすぎよ。こんな上司嫌だわ。私もごめんだぜ。そんなルイ9世は第6回と第7回の2度にわたって十字軍の出陣を決意する。ルイ9世の軍は1249年6月にエジプトのダミエッタに上陸して町を占領し、10月まで皇族部隊を待ってカイロに向けて進軍を始めたぜ。エジプト軍はマンスーラの北 6km あたりでキリスト教軍を迎え撃つんだが、テンプル騎士団とフランス軍の本陣突入を受け、首相のファフル・ウッディーンが討ち死にすると、エジプト兵はマンスーラに向けて敗走した。そのままキリスト教軍は王宮に侵入したが、これを止めたのがサーリフ王が特別に訓練したバフリー・マムルーク軍だ。隊長のバイバルスの指揮の下で果敢に戦い、戦局を逆転させたぜ。ルイ9世の軍はどうしたの？一旦マンスールの北に退いたぞ。そしてなんとこんな大事な時に国王サーリフが病で行ってしまう。どうするのよ？王妃であるシャジャルはこのことが知られると軍団の士気が崩壊すると考えて隠蔽した。隠しきれるのかしら？食事を代わりなく運ばせて、王が生きているかのように装ったんだ。謁見の間にはシャジャルが代わりに出て、的確に指示を出し、エジプト軍は持ちこたえた。すごい度胸ね。私なら無理だわ。ルイ9世の軍は食料が欠乏して疫病に苦しみ、次第に疲弊していく。そしてついに退却を開始した。しかしエジプト軍の追い打ちに遭い、ルイ9世自身も捕虜になってしまった。これで束の間でも平和が訪れたのかしら。そうだとよかったんだがな。違うの？戦後、ブーラーン・シャアがカイロに入りアイユーブ朝のスルタンに即位するが、ママ母であるシャジャルがサーリフの財産を握って実権を譲らないことから仲違いをしてしまい、マムルーク軍団を信頼せず、その有力者を投獄したり、自身の側近を取り立てたりした。それでもサーリフの息子で次期国王になるプーラーン・シャアは軍を率いて、フランス軍の追い打ちを進めていたんだがバフリー・マムルークの将たちの怒りを買って、なんと命を奪われてしまったんだぜ。誰がやったの？これは明らかにシャジャルとバフリー・マムルークの陰謀だった。こうして1250年にシャジャルはマムルークたちを動かしてプーラーンを葬り、名実ともにアイユーブ朝を滅ぼしたぜ。
今までの出来事は IU 部長でのことだったのね。シャジャルはマムルークの有力者が王位をめぐって策動するのを避けるため、同年5月にサーリフの僕、ハリールの母の称号で自らスルタンに即位したんだ。そしてシャジャルは捕虜としているルイ9世や十字軍の将兵の身代金の受け取り、釈放などの戦後処理をスムーズに済ませてその統治期間中、エジプトではイスラム世界において君主の支配を示す象徴である君主の名における、金曜礼拝の説教の言葉やスルターナ、ハリールの母と刻んだ、貨幣の鋳造が行われたぜ。スルターナってどんな意味？スルターナはスルタンの女性系で、彼女が女性のスルタンとして公式に宣言されたことを意味する。そのコインちょっと欲しいわね。手に入れることは不可能かもしれないが、パリの美術館に保管されているみたいだぜ。話を戻すが、シャジャルが女性君主に君臨したことは多くのムスリムたちの反発を招いた。イスラム世界では女性が国王になることは異例中の異例だ。当然各国から非難が巻き起こる。特にシャジャルを献上したバグダッドのカリフは、自分のところにいた女奴隷がエジプトの国王になったと聞いて、驚きを超えて呆れ返ったようだ。エジプトは一体どうなっているのかね？男がいないとでも言うのか？もし適任の男子がいないのであれば、男子の統治者を我々が派遣すると申し送った。そこまで言わなくても、それだけ異例だったんだぜ。事態を重く見た将軍たちは政権運営に支障が出てしまうと思い、軍司令官だったアイバクとシャジャルを結婚させてアイバクを正式なスルタンとすることにした。シャジャルの在位期間はわずか3ヶ月程度だ。状況を考えれば仕方ないのかしら。だが、そこでおとなしく引くシャジャルじゃない。上位後もシャジャルは実権を夫のアイバクには渡さなかったため、アイバクとシャジャルの間には徐々に対立が深まっていった。さらにシリアに遠征中のアイバクがモスルの領主の娘へ結婚を申し込んだと聞き、シャジャルは激怒した。どうしてそんなことをしたの？一目惚れだったのかしら。いや、アイバクが軍事同盟を結ぶためにモスルの親族から若い妻をめとろうとしただけだ。なるほど。でも、それってつまりシャジャルが実権を握るカイロ政権へ反旗を翻したってことよね？ああ。そして嫉妬に狂ったシャジャルはアイバクを失脚させようとシリアに内通するが、これがスパイにバレてアイバクとは破局する。しかしこんなことでシャジャルは諦めない。エジプトに帰国したアイバクに自分が悪かったと謝罪の言葉を述べて、アイバクを城に呼び出すと、5人の宦官に彼を襲わせたぜ。その際、シャジャル自身も加わって浴場用の木のサンダルで激しく頭部を乱打したという。木のサンダルで人の頭を叩くなんて怖すぎるわ。さすが女王ね。この暴走行為にマムルークたちは慌ててシャジャルを赤い塔に幽閉したぜ。そして1257年、シャジャルはアイバクの配下に捕らえられ、そのまま命を奪われた。これに関してはアイバクの元妻に捕虜として引き渡された後、その女奴隷たちによってアイバクと同じように浴場用の木のサンダルで乱打されたそうだ。その遺体は城塞の櫓から投棄された。女王の最後は女奴隷にやられたのね。アイバクの女奴隷たちがシャジャルを手にかけようとした時、奇妙な性格のシャジャルは包囲されたのを知ると宝石や真珠を破棄して、それらをすべて薄で引き潰したとも伝えられている。こうして1257年5月、シャジャルは42歳前後の若さでその人生に幕を下ろしたぜ。そこまでしても財産を渡したくなかったのが伝わってくるわ。ちなみに遺体は城塞の空堀に投棄されたあと数日間放置されて野犬に食い荒らされたという。シャジャルの治世は実質80日ほどで終わったけど元奴隷の妃がよくここまで上り詰めたわ。少し気になったんだけど、マムルーク朝が滅んだ直接的な原因は何だったのかしら？マムルーク朝の衰退の原因は反乱や内乱、ティムール帝国などの外国勢力の他に、ヨーロッパで猛威を振るうことになるペストだ。特にペストの大流行が大きな痛手となった。当然人口は激減するし、マムルーク自体が腐敗していて農民に対する圧政がひどかったのも原因だな。ペストはヨーロッパを滅ぼしかけたもんね。それにしても、マリサの話を聞く限りシャジャルってそんなに悪人だったかしら。シャジャルはイスラムの歴史書では悪女ということにされている。これはイスラムの伝統に反したからだが、私はもっと評価されてもいいと思うんだぜ。後世の歴史家であるイブン・イアースも著書の中で彼女の悪行と非道を非難しつつも、でも、彼女はエジプトを救ったという言葉で最後を締めくくっているしな。だが、世の中にはまだまだ目を見張るような女性もいるんだぜ。どんな女性がいるか気になるわね。